17世紀の長崎のポルトガルのキャラック戦。南蛮屏部日本の貿易史では、日本の対外貿易に関する歴史を説明する。歴史的に、エゾ地や琉球島と呼ばれてきた地域の貿易についても、記述する。日本列島は、最終表記が終わったおよそ1万年前に、ユーラシア大陸から切り離され、以降は、外の国や地域との交流を行う際には海を渡る。 必要があった。農耕社会の前から交流は始まり、沿岸や島伝いに移動が行われていた。弥生時代の後半から北部九州と朝鮮半島南部との交易が盛んになった。弥生時代の重要な輸入品は朝鮮半島中南部の蚊弥で産する鉄や青銅だった。古代の貿易は外交に結びついており、東アジアでは 中国の作法に基づく兆候が中心となった。日本列島においては、山大国による義への兆候や和の豪語による僧への兆候が行われた。律令国家の成立で国号が日本となり、朝廷による管理貿易が進むと、検討士のように外交施設に付随して貿易が行われた。公開技術の発達と大陸の情勢の不安定化により、死貿易も次第に広まった。 平安時代後期には兵士が日宋貿易によって経済的優位を得て初の武士政権が成立した。平安時代以降は砂金が輸出されて東北や北海道からの産出が中心となった。中国から輸入された品物は動物と呼ばれて重宝され西アジアや東南アジア由来の動物もあった。兵士が流星をもたらした日宋貿易は 鎌倉幕府でも引き継がれ、輸出品は、砂金、木材、そして火薬の材料となる硫黄などがあった。宋の滅亡後は、元との貿易や戦争があり、元の後に建国された秋には、室町幕府が朝貢を行い、日本刀なども送られた。中世から近代までは貿易用の貨幣として銀が世界的に重要であり、戦国時代には日本列島に、 配布機法が伝わって生産が増えて銀河、東、アジアを中心に流通した。14世紀から16世紀には和光と呼ばれる集団が活動する。和光は日本、朝鮮、中国の沿岸で密貿易や海賊、商品用の奴隷の捕獲などを行った。和光の原因には日本や高麗の戦乱、中国の民の解禁などがある。また、 インド洋経由でポルトガルとオランダ、太平洋経由でスペインが東アジアに来航して南蛮貿易や中印船貿易が行われた。戦国時代には日本国内や朝鮮半島で捕虜とした人間を取引する奴隷貿易も行われた。輸入品は古代末期から中世にかけて陶磁器が増え、創船をはじめとする中国の銅貨も輸入されて、 日本で通貨として用いられた。中世から近世にかけては、朝鮮半島の木綿や中国の木糸などの繊維製品が中心となった。江戸幕府の下で貿易が制限されて、四つの口と呼ばれた長崎、津島藩、薩摩藩、正木藩が貿易を独占した。貿易の相手は、オランダ東インド会社や中国の名、真の商人、李氏朝鮮、琉球王国。 アイヌだった。輸出品は貴金属の金、銀、銅が中心で輸入品の支払いに充てられた。輸入品には木と砂糖、漢方薬、高麗人参などがあった。貿易によって国内の貴金属が減少すると通貨の貴金属含有率を下げる改中が行われた。幕府は貴金属流出の対策として貿易量を制限し、 現在は輸入代替と呼ばれる政策を取った。18世紀後半から通商を求める諸国が日本に来航して紛争となる場合もあった。アヘン戦争以降に来航が増加して国内でも貿易の拡大や海外進出についての提案が出されるようになった。アメリカ合衆国との通商条約をきっかけに欧米諸国によって開港が進められて明治維新の一員にもなった。 産業革命以後は工業製品の貿易が中心となる。明治政府は幕末からの不平等条約の改正と外貨の獲得を課題として工業化を進めて欧米諸国との条約改正を実現した。日本貿易の拡大の店舗は世界貿易の中でも早く貿易額の対 GNP 比率は企業勃興期には14%日清戦争後は21% 日露戦争後は25%と急増した。貿易額は増加をしつつも、貿易収支では赤字が続き、特に日清戦争、日露戦争の期間に大幅赤字となった。第一次世界大戦中には輸出産業の発展によって産業の中心が農業から工業へと変化し、世界強行後には貿易に変わって、 植民地化やブロック経済による自給自足体制を推進した。第二次世界大戦までの輸出品の中心は、綿と絹の繊維製品だった。輸入品では、戦略物資である石油が重要となり、アメリカ、イギリスをはじめとする連合国との開戦の一員となった。植民地や併合地域では、資金調達のためのアヘン貿易も行われた。 第二次世界大戦後の復興から始まり、関税及び貿易に関する一般協定をはじめとする国際機関に加盟して西側諸国として自由貿易を推進した。日本は大量生産体制を確立して鉄鋼、自動車、家電の輸出を伸ばす一方で輸出の増加は他国との貿易摩擦の原因ともなった。輸入品では 重化学工業のための石油をはじめとする工業資源、医療品、食料品、パルプ原料となる木材などが重要とされる。世界の総貿易額の対 GDP 比は1960年代の24%から2000年代後半には60%以上に上昇する一方で、日本の貿易額の対 GDP 比は2000年代初頭まで20%前後で推移し、 2000年代に20%を超えた。この要因はアジア圏内の貿易の拡大と原油価格の上昇とされている。1990年代以降はアジア圏内での産業内貿易が急進して日本の最大の貿易相手国は2007年にアメリカから中国に変わった。日本はガットの後に発足した世界貿易機関にも成合した政策を取ってきたが、 WTO の原則に反する地域貿易協定が世界各地で増加するに伴い、2002年以降は地域貿易協定の締結も開始している。神津島の砂ぬか先にある黒曜石層、高気旧石器時代には神津島の黒曜石が関東地域に継続して運ばれていたことが判明している。縄文時代の水運には丸木船が使われ、鉱玉の川蝉で作られた。 ソーシン具が列島各地に流通して、石器は200キロから300キロの距離を運ばれている。黒曜石は旧石器時代と縄文時代を通して朝鮮半島やサハリンにも運ばれていた。日本列島では新潟県の糸井川市周辺でしか産出されない川蝉の加工品が青森県の山内丸山遺跡で出土するなど、規模は小さいながらも広範囲で交易が行われていた。 ことが推測されるこうした交易は商業的な取引ではなく贈り物のやり取りによる互い報いの面を持っていた。古墳時代の曲が弥生時代に入ると大陸からの制動機や鉄器の入手が盛んになる。日本では鉄鉱石からの製鉄が始まるのは6世紀後半、銅鉱石からの制動が始まるのは7世紀であり、それまでは 朝鮮半島中南部のカヤを中心に散した鉄や銅が原料として用いられた。紀元前4世紀中頃には、玄海などの有力者の副葬品に朝鮮半島製の聖銅の鏡や武器が用いられている。前漢の武帝が朝鮮半島に建設した落老軍には、和人と呼ばれた日本列島からの人間も往来した。漢女地理士には、落老海中和人ありという記録がある。 薬老軍では、河原家、青銅器、鉄器が生産されており、和人はそれらを入手して行き島、津島、九州北部へ運んだ。弥生時代には巡行造船が作られるようになり、ほも用いられていた。海上交易の品物としては、銅鏡、鉄製品、ガラス玉が重要だった。鉛ガラスは中国東北部、仮ガラスはインドのアリカメドで生産が始まったとされ、 ガラス玉は、マガ玉の材料にもなった。道教は、九州で大量に発見されており、500年にわたって、重要な材とされた。こうした大陸の品を入手するために、日本側では、海岸で生産した塩、そして稲や育地を送ったとされる。朝鮮半島のカヤには、鉄を得るために和人が訪れていたという記述が、義士弁神殿にある。九州北部、瀬戸内海。 日本海側の海岸では中国の貨幣も出土しており、交易に用いられた可能性がある。三角円仏住郷奈良県高料町新山、古墳出土区内町倉古代の貿易で東アジアの中心となったのは中国の管理貿易である徴工だった。中国は海秩序の思想に基づいて近隣諸国、地域との作法体制を構築した。徴工は 商業的な利益が目的ではなく、周辺地域との政治的安定を得るために行われた。勘以降の中国王朝は、周辺地域から朝工の品物を受け取る代わりに、開始と呼ばれる、返礼品を与え、進化として作法した。中国側では、優れた品が民間貿易で流通しないように規制をして、開始の希少性を保とうとした。後には、日本も、 中国の開始層をもとに外国を規定して調工を行った。菅やつ国王院。五菅が那国の調工誌に送ったとされる。中国が和国を作法した記録は五菅の時代にまで遡る。紀元前1世紀から1世紀にかけては九州北部に中国製品が多く、1世紀以降は東へ広がり、2世紀には東海や関東にも流通網ができた。 五漢の時代になると、黄金の乱の後に、落老軍が衰退して交易権も不安定になった。魏氏は人伝によれば、山大国の卑弥呼が和の諸国を代表して魏に朝貢を行い、伊都国には一大律という役職が派遣された。三世紀中頃から広範囲に分布した三角円新獣教には同じ型から作られたものがあり、 義への長江に対して卑弥呼が受け取った、同郷百枚に当たるかという点で、義科紙説とは正説に分かれている。長江の記録は、卑弥呼の後を継いだとされる代、与えの代で途絶え、5世紀に和の豪王の一人目である三が宗へ施設を送り、再開している。三が長江をした目的には、宗から中国の官触を得て、国際的な地位を高める意図があったとされる。また、 和の五王はくだらから送られた中国系のトライ人から漢字文化を取り入れて作法関係に役立ってた。五王の最後に当たる部が調考した後は、県随市まで中国と国交のない状態が続く。この時期に日本と交流が盛んだった地域は、朝鮮半島のくだら、かや、坂山江流域だった。七師島のレプリカ。 七死党を送られた人物が誰であるかについては、危機におけるホムター家など諸説がある。日本列島では、大和王権の成立前には、山大国の他にも九州北部の那国や糸国、瀬戸内海では、厳しいが半島と貿易をしていた。三世紀には、和国は、和金や真綿などの絹製品や九州北部の穀物を輸出し、朝鮮半島からは、蚊帳で産する鉄が輸出された。 義式は人伝には3世紀頃に壱岐東八島が市長を南北で行っていたと記述がある。これらの地域の市長は大和王権の成立後も独自に半島と交流を続け、時には強調した。古墳時代の頃の朝鮮半島は東部の白木、西部のくだら、北部の高栗の三国の他に南部の蚊や西南部の栄山へ流域などに分かれていて、 それぞれ協調や対立をしつつ、日本列島と交流した。中でも、九だらとは、贈答が盛んとなり、九だらから送られたとされる七島は、石上神宮に現存する。朝鮮半島からは、工芸品や、技術者、和国からは、兵や軍船、武器、穀物、戦意品が送られた。朝鮮半島から、日本列島に来た、都来人には、工人毛利、四世紀に、 帯金式甲中、4世紀後半にバグが製作されるようになり、農具や工具も輸入された。大和王権と厳しとの間で厳しの乱が起き、大和王権と北部九州の畜生君祝いとの間では祝いの乱が起きた。これらの紛争は、朝鮮半島との外交や貿易をめぐる対立を原因とする説もある。春の辻石中心域円形日本列島と、 朝鮮半島南部をつなぐルートとして、博多湾と楽東港の沿岸に交易地が発展して、交易港が建設された。魏志は人伝によれば、朝鮮半島北部の大砲軍から南下して、犬横島国から海を渡るルートが記録されている。山東県が成立すると、金韓国との交流が増え、紀内と金韓国を直接つなげる沖野島のルートが栄えた。 九州北部ではこれに対して、玄海灘を拠点とする。瀬戸内海は、九州と機内を結ぶルートであり、厳しいをはじめとする豪族が、朝鮮半島と交流した。朝鮮半島南部の多島海の中央に位置する四川六島遺跡には、弥生中期から後期の弥生時も出土しており、日本列島で鋳造鉄器が見つかり始める時期と一致する。 近海湾に面した、クヤ韓国の近海艦道里遺跡や新し、文里遺跡には、日本列島の弾き系の土器があり、鉄を輸出して成長した。一島の春の辻遺跡は、船着き場を備えた、交易地であり、中国の道下である五主船の他に、中国製の道橋や鉄器、朝鮮南部の土器が出土した。博多湾に面した日清町遺跡は3世紀後半から栄、栄え、 朝鮮半島系の土器や、かまど、鉄器、ガラス玉の岩型、西日本各地の土器が出土しており、日朝の交易港とされる。交易地だった亀遺跡では、日本最古の石の噴道が出土しており、軽量に用いられたとされる。奈良盆地の巻向く遺跡には、外来の土器や列島各地の土器が出土している。山大国の卑弥呼の時代には、大陸との貿易は、 糸国を中心として行われ、日清町遺跡などの交易地が栄えた。一大律は、ギア朝鮮半島から運ばれた鉄などの物資を各地の市長に配分した。アスカデラ。虎井人の山戸のあ氏、し、おし沼氏、浅妻市、倉造の氏、山西市らが造営に参加した。クダラは、ふつしを送り、本尊の造物ではコウクリが黄金を送った。 律令国家の成立によって各地域の豪族や主張が行っていた貿易は朝廷による独占管理が進む。律令法で貿易のルールが定められ、外国の施設はシュゲル客と呼ばれて貿易の順序は贈答形式の貿易、監視の先飼い、貴族の購入、シュゲル客の日本製品購入で処理された。日本から外国への貿易は 県外施設と呼ばれる施設が行い、県外施設以外の渡航は禁止された。国号は和国から日本へと変わり、渤海や奄美群島との間で調校も行われた。日本最初の仏教寺院である飛鳥カの造営においては、人材や物資の面で、くだらや高ウの支援があった。貿易は外交上の競争の場ともなり、施設の来航時には貿易品の質や、 保有料の誇示も行われた。検討士の航路。検討士は、長安で正月の儀式に参列する必要があり、安全よりも政治的な事情が優先された。そのため航海は、夏が出発で、帰国は秋と冬が多く、遭難や漂流が起きやすかった。七世紀から日本は、遣隋使を送るようになる。隋が滅んで、等が成立すると、 国際都市となった長安から商品や知識が東アジア各地に広まっていった。これを受けて県隋市は県陶市と解消され交流が続いた。随所は国伝と日本書記で記述の違いがあるが県隋市は4回が派遣され県陶市は停止したものを含めて第20次まであったとされる。県隋市や県陶市に付随して貿易が行われ、 日本側は、作法体制のもとではなく、対等の関係で行おうとしたが、中国側は、遣隋使や、遣唐使を兆考として記録した。遣唐使は4隻、または5隻の船で400人から500人を運んだ。くだら白とも呼ばれる、遣唐使船は、大見国、丹波国、張馬国、備中国、巣王国、秋国などの地方が命じられて建造した。 日本がくだらに味方をして、党や白木と戦ったことが影響して、剣頭市は中断するが、再開されると党との交流が増え、制度や漢字表記などの文化面ではそれまでの朝鮮半島に変わって党の影響が強まった。剣頭市のメンバーや物品のリストは演技式に記録があり、日本からの輸出品は繊維製品、鉱物、湯の大きく3種類に分かれていた。 これらは国内で納税されたものが中心で、後に和紙や砂金も加わった。いずれも素材としての質を評価された品物であり、物品貨幣としての面を持っていた。平ら電鈿製八角鏡。ラ螺ン細工が用いられている遣唐使によって日本に大量の文物が輸入された。輸入品には、岩石や物典などの書物、仏像などの美術工芸品、 人工などの香料や薬物、動植物がある。岩石は1600種類で17000貫弱。仏典は一切今日をはじめとして早くから輸入されて転写された。みかんや茶のように日本の食文化や喫茶文化に影響を与えたものもある。スキタイに由来するペルシアの剣であるアキナケスはペルシャ国剣と呼ばれ、平安時代には新女新郎が長安から送った。 ペルシャ国権が賭場宝像に収められた。輸入品には猫もおり、空猫と呼ばれて珍重された。歌天皇は、太宰府の役人から献上された空猫について日記に書いており、官表漁記に記述がある。平安時代には、こうした、白来品や白来品のような様式の品物を指して、動物という言葉が使われるようになる。動物は、 朝廷が管理して進化へと再配分され、当の滅亡後も、動物という語は使われ続けた。動物の先外見が朝廷にあるため、例えば貴族が、白木の輸入品を買う際には、買い白木物買いという文書で申請をしていた。当時の輸入品には、焦燥院の宝物として現存するものもある。夜行街から作られた古代の貝佐弥生時代から、 平安時代の南西諸島は、奄美大島と北海島を中心に、山東県や隋、島と交流した。駅久戸が入港した後に、南東の死者が訪れたという記録が、日本初期や、俗日本期にある。奄美諸島の土器は、日本列島の弾きの影響を直接に受けており、沖縄の土器は6世紀から7世紀にかけて、奄美の影響が見られるようになる。 薬島以南の産物とした赤木と夜光街があり、海上交易の重要な品物だった。夜光街は、奄美諸島を中心に加工されて、7世紀には、山王権へ輸出されて、ラデン財布などに用いられた。夜光街は、隋や唐との貿易でも用いられており、中国の動線である五種制や海源通報が各地で発見されている。唐では、螺ン財布が発達しており、 夜行街が大量に求められていた。夜行街貿易によって、奄美諸島には鉄器が輸入し、久米島には夜行街の加工場があり、周辺から集めた夜行街を、東や大和政権に輸出して、輸入した物産を再配分していたと推測される。鉄器の他に、南西諸島にはいない豚も遺跡で発見されている。沖縄諸島では、ゴホうや、 芋貝が交易に用いられて、送信具の会話にも加工されていた。高栗が滅んだ後には牧海が建国され、朝鮮半島をめぐる情勢が不安定になると、日本は牧海との交流を深めた。牧海側の施設である牧海市が到着し、日本側では兆候を求めたとして歓迎して、県牧海市も派遣された。牧海市を迎えるために、打財布の他に、 出羽国の秋田城、越前国の松原客館、能登国の能登客員なども使われたとされる。牧界は、薬用人参や、毛皮、邪行などを輸出し、日本は絹、綿などを輸出して、牧界市は34回続いた。しかし、日本にとっては、開始の負担が大きいため、長考を12年に一度と定めた。律令国家の成立時点では、列島周辺で、 遠洋航海をする民間の貿易商人が存在していなかった。そのため実令には民間の貿易商人についての条文もなかった。党では安氏の乱が起きた後に政情が不安定となり、朝貢以外の死亡役が増加する。党や白木の解消や、白木で海賊対策をしていた武人、超歩行のような人物が死亡役に参加し、日本からも 当や白木の商船に同乗して私貿易に参加する者が現れた。貿易増加の流れを見た朝廷は、それまで茂る客との間で行われてきた管理貿易を商人にも適用することを決めた。臨時の使者である東仏師が東仏を買い上げるために、太宰府に派遣され、後には党の商船に同乗する日東師が派遣された。しかし、 民間の貿易の増加で貴族が動物を買い漁ることも増え、朝廷は金星を出すが、動物の先外けや独占が維持できなくなる。旧世紀中頃以降には政治を中心とする陶磁器の輸入が増加した。こうして、県陶市の派遣がなくなった後も貿易は続いた。北総線南総線。日本でも、校長12線などの金属貨幣が発行されていたが、 立領政府が望むほどには普及せず、総選が貨幣経済に大きな影響を与えた。構想の乱以降に中国は分裂状態となり、これを統一したのはそうであった。日宋貿易によって博多には大東街と呼ばれる総国人の居住街も形成されて、これに関心を寄せた平野忠盛が輸入品を朝廷にもたらして権力を持つ。忠盛は 非全国の神崎層で日ソ貿易を行い、動物に関心が高いトバインの謹慎となる。忠盛森の息子の平野清森は、肥後国の国士となった後に、瀬戸内海の秋国や張馬国の国士、そして、太宰第二などの地位について日ソ貿易を支配下に置く。清森は、福原の大林電白を回収して貿易を進行し、そこから得られる利益をもとに、 平氏政権を万弱にした。こうして、僧との関係は活発になり、総選が瀬戸内海に入って大輪電白で取引を行うようになると、大財府の利権は減少した。北僧との貿易については、常人の旅行記三天台五大山記にも記されている。日本は絹織物や陶磁器などを輸入した。12世紀頃からの交易の様子は、 福岡市内の墓大石群から出土した石膏省の流用で大量生産された流線用産をはじめとするおびただしい数の政治、白磁などの輸入当時期に反映されている。また、12世紀中頃から、同化である総船がもたらされると、日本国内でも使われて流通した。日本の輸出品としては、砂金が重要であり、砂金の流通は、道の区国の欧州藤原氏が主導した。 藤原清平は、出羽の港を改修して、動物を平泉に輸入し、平泉を拠点とする、欧州藤原氏はとにかくを送る一方で独自に、博多と交易を行った。欧州藤原氏によって中村寺、毛辻、無料公員などの寺院にも動物が使われ、源の頼朝の出兵まで平泉は繁栄した。欧州藤原氏は、北海道にも進出しており、 中村寺金寺軌道で昭和の大改修が行われた際、金箔の砂金には道の区だけではなく北海道の日高の砂金が用いられているという指摘もあった。日本本土が古墳時代だった当時、北海道は俗上門文,文化と呼ばれる歴史区分であり、俗上門人は後のアイヌ文化の担い手の祖先である。天寺、天武、児童、文武朝には彼ら北海道の住民は、 和人と交易を伴う交流があり、和人には、エミシとも呼ばれた。サハリンで暮らしていた、オホーツク人は、東北と同東に移住し、俗上門人とは対立をしながら、距離を保って生活した。オホーツク人は島では、ルキと呼ばれ、島には長江で、黒天の毛皮を送りつつ、日本列島での交易も求めて南下した。奥尻島や津軽 佐渡島にもホーツク人が訪れている。その頃本州では古志国主である安倍平府が遠征を繰り返しており、日本初期の記録から北海道や奥尻島へ遠征したという説が有力とされている。平府は祝神と接触を図り、沈黙交易を行おうとしたが、交渉は成立せず、祝神との戦闘となった。俗上門人の居住地や交易地からは、 ロシア縁回衆の鈴聖の耳輪が発見されており、俗城文人とオホーツク人は対立しつつも、沈黙交易などで交流をしていた。道の区国では、和人は国府から繊維製品や鉄器、和道海沈、送信具を送り、江見市からは熊の皮、昆布、砂金、馬、奴隷などが送られた。道の区の国市をはじめ一般人も江見市との交易を行っており、 禁令が出されている。検討史において日本側が江戸地の人間を帯同したこともあり、これは中国の海地秩序をもとにして日本に徴降する地域として江戸地を位置づける意図があった。7世紀以降、北海道では俗上文文化に続く札文文化の時代を迎えるが、9世紀以降、札文文化人と欧州藤原氏との交易が活発となる。 欧州藤原市は遠方から砂金を入手するために北海道にも居住地を建設しており、札門文化人は砂金の他に矢羽根に用いる大足のお葉や怪獣の毛皮、鹿皮や膝毛を送った。苫小牧では平泉が最大の消費地だった常鍋焼が発見されており、砂金の産地である北海道の胆振リと日高の札門時代の集落跡では、 白木さんの銅案が発見されている。これらは、北海道で生活した藤原氏が使用した品物や、札問文,文化人が藤原氏から入手した品物と推測されている。当時の貿易は重要な外交事業でもあるため、海外交流や貿易の施設として、航路館が設置された。祝いの欄の後には、名のつに外交施設として、名の津宮家が設置された。 県随市の頃に、筑紫太宰が駐在して、太宰府が設置されると、航路館の行政機能はなくなり筑紫館と呼ばれた。機内の港がある何和図には、南馬館が設置され、平安系には主に、北海市のための航路館があった。県東市では、船は何和津を出港して、北路か南路を進んだ。北路は白木を通るルートであり、南路は五島列島を経由するルートだった。 当初は北路が選ばれたが、日本と白木の関係が悪化すると南路が選ばれるようになる。五島列島は、太宰府と津島を結ぶ拠点でもあった。宋の時代になると、宋の商人は博多や鶴ヶに来航し、民間レベルでの貿易を行った。当時の商人として、王族帝などの名が知られている。宋の貿易船の船長は綱首と呼ばれ。 博多に滞在する博多綱首たちは、地元の寺社と友好関係を結んで保護を受けた。綱首の中には日本で土地を所有する者もいた。初期の陶磁器は、調査士の調査用、石膏障子軽氏の余り用用、周辺の釜で散する越州用の政治が、洋州や根派から航路間へと運ばれた。欧州藤原氏は、兵士とは異なるルートを用いたため、北方貿易とも呼ばれる。 11世紀から12世紀にかけて、田島国や越前国に来航や居留をした当人の記録もある。政治法を耳鼻池南宋時代、平氏政権後の鎌倉幕府は民間貿易を認め、出和国の武藤助よりが多財商人になって、以降に貿易の支配を強めて、南宋が滅亡する直前まで、日宋貿易は続いた。 鎌倉幕府は五武当戦という貿易船を派遣した。大陸では、モンゴル帝国の内紛によって1240年代は南西がなく、その影響で南総や朝鮮半島の後来は日本との交流が盛んになる。僧侶の往来が急増して、日本側は博多、中国側は軽減が拠点となった。軽減では、四白市が貿易を管理したが、商船の減少によって、 官貿易は廃止された。13世紀に、宋からの陶磁器の種類と搬入量が急増した。13世紀中頃までの道安養成寺や、流泉養成寺に加えて、13世紀後半には、慶徳鎮のワンザラ、航炉、花瓶、大盤などが増える。こうした陶磁器は、鎌倉に大量に輸入されて、鎌倉の中心部に位置した今、麹西遺跡から出土している。また、 邪行猫やインコなどの珍しい鳥獣を輸入して、貴族や富裕層の贈り物にすることが流行した。動物の増加により、物価が上がり、幕府は1254年に総船の入港を5層に制限しようとしたが、失敗した。平安末期から鎌倉時代にかけての日本の主要な輸出品は、木材と洋だった。洋は、 宋の時代から兵器としての使用が増えた火薬の材料であり、中国より異様の産出が多い日本は日民貿易に入っても輸出が続いた。その他に砂金や日本刀などが輸出されている。モンゴル人王朝の元は南宋を滅ぼした後にベトナムや日本にも進出を計画した。近隣諸国との関係が悪化する中でも民間や地方では交易が続けられて、 日本との間でも非元貿易が行われた。特に、江南地方は、経済拡大が続いていたこともあり、その規模は拡大した。元は、高来を介して、日本に兆候を求めるが日本が拒否したため、文営の役と公安の役が起き、現行と呼ばれた。ただし、元は、日本との貿易を戦争中も許可しており、現行の後も貿易は続いた。日本からは、先 硫黄や工芸品などが輸出され、元は銅線、陶磁器、書物などを輸出した。仏教像の移動が活発で貿易船に乗って日本、高来、元を往来した。鎌倉幕府も寺院や鎌倉大仏の造営費のために自社造営領当選と呼ばれる肝心船を派遣した。後に韓国の新安軍で発見された新安鎮船も自社造営領当選だった。 また、元は、北方では、サハリンやアムール川をめぐってアイヌと紛争をした後に、徴攻を受けている。元に代わって、民が中国を統一すると、民の後部みかどは、解禁の政策を取り、死亡役を取り締まった。解禁は、大きな反発を呼び、元の末期から、中国沿岸で活動していた和寇と呼ばれる集団が増加し、明は、和寇対策を、 室町幕府に求めるようになる。同じ頃、博多商人の小泉は、幕府の三大将軍の足利義満に民との貿易の利益を説明して、貿易を望む義満は、国書とともに小泉と僧侶の祖和を死者として送る。見文帝は死者を徴工師として受け入れて、義満を日本国王とした。次の英楽御門は徴工国の証明である、官王府を義満に与え、 看護婦を持つ足利市の長工市が県民市として公式な貿易を独占し、県民船は19回が派遣された。県民船は、県東市船とは異なり、専用の船を建造せずに民間の船舶を借り上げた。県民船の積載量は800国から1000国で大型化していった。幕府は、下吉の特性一揆から財政難となり、単独で県民船を派遣できなくなる。 八大将軍の足利義政は、官号を大名や寺院に売って、費用を調達するようになり、幕府以外の大名や寺院も県民戦に参加した。県民戦の派遣には、多額の費用がかかったが、それを上回る利益があった。県民戦の費用を調達するために、臨時の重税を課す地域もあり、第十回の県民戦に参加した、幸福寺の大乗院では、 税に反対する農民が48カ所で一揆を起こした。日本からの輸出品は、鉱物、日本刀や扇子などだった。日本に輸入された鉱物は、宋の時代に続いて、鉱物法や英楽通法などの銅貨が多く、その他に、発金、手子、宗位、器皿、織金、皿、絹、宝庄などで、将軍家から家臣への贈与や会所での披露に用いられた。 吉光は動物を輸入するために10年後の予定だった、調工を早めることもした。足利将軍によって動物は美術品として扱われ、同報酬が動物の鑑定や投球付け、座敷飾りを行った。調工国は非関税で民と貿易ができたが、開始の増加は財政を圧迫するために、民の内部で批判もあった。日民貿易によって、 英楽通報などの民船の銅化が日本へ流入すると、民では銅化の流出を懸念した。民は対策として開始に、紙幣も用いたが、幕府では銅化での受け取りを求めており、紙幣は日本国内では流通しなかった。将軍家では中国から輸入した動物を魚物として保管したほかに、家臣である貴族に売却や再配分をして、権威の保持に用いた。 足利義勝や義政の時代には、幕府の財政難が深刻だったため、支払いのために魚物を手放した。これは、売り物と呼ばれ、特に、干渉期には大量に売却された。魚物には、幕府が家臣の財政難を救うための質物としての役割も、あり、魚物を与えられた貴族はそれを金融業者である土蔵に持ち込んで借金をしていた。幕府が魚物を売り物として、 手放すのは、家臣の救済ができなくなることを意味し、幕府の経済的信用は失墜した。和光の活動地域。前期和光は朝鮮半島沿岸。後期和光は中国沿岸を中心として活動した。14世紀から16世紀にかけて、和光と呼ばれる集団が活動した。和光という語は、元の時代に、初めて記録に現れる。和光は、日本、朝鮮、 中国の沿海部の出身者が中心で、津島、行き、松浦、チェジュ島、朝鮮列島を根拠地として、密貿易や海賊、商品用の奴隷の捕獲などを行った。また、現地の人間を拉致して強制的に部下にする場合も、あった。14世紀から15世紀の和光は、日本人と一部の朝鮮人が中心となり、前期和光とも呼ばれる。16世紀の和光には、 多数の中国人や一部ポルトガル人も参加しており、後期和光とも呼ばれる。1350年、日本で感動の上乱が起きていた時代に、和光の襲撃が始まったという記録が、高麗市にある。朝鮮半島の沿岸部は荒廃し、民や高麗は和光を鎮静化するために、室町幕府に死者を送り、李氏朝鮮でも使者は引き継がれた。これを機会として、日本と朝鮮間で、 施設派遣が行われて貿易も盛んになった。やがて和光の定住や貿易の許可によって和光の活動は中国沿岸へと移った。この間、日本の輸出は銅などの鉱物資源や漆器や屏風などの工芸品、民の輸出は銅家の永楽通報や繊維製品、朝鮮の輸出は木綿や朝鮮人参だった。しかし、室町幕府が求心力を失うと、 再び和光が出没して日朝貿易が中断する時期もあった。11世紀から高来と貿易が続いており、貿易のために日本から高来へと渡ったのは津島の人間が最も多かった。日本は真珠、刀剣、水銀、柑橘類などを輸出し、日本船は年1回渡航した。一方で13世紀前半に 朝鮮半島における和光の略奪が京都にも伝えられるようになる。李氏朝鮮は和光の懐中策を行い、降伏して定住する投げか和人が現れる。朝鮮の官職をもって貿易も許された受職和人、港に住む久し居和人、日本の豪族の使者で使い総船に乗る思想和人などもいた。商人としては氷和人がおり、朝鮮は 氷山和線と呼ばれた。氷和人が急増したため、津島、行き、九州の諸大名の渡航許可書が義務とされた。日朝貿易は大きく分けると、施設による信条と、開始、官僚による、公貿易、商人同士の死貿易の3種類があった。公式の交流はだが、取引額はとが大部分を占めた。は、公定価格では、市場価格にあたり、 価格の変動によっていずれが得になるかが常に注目された。日本が入港できる場所は、大層の時代には、富山浦と内地浦で、清掃の時代に、塩浦が加わって三浦とも呼ばれた。琉球から明への進行戦14世紀からは、琉球王国が日本、秋ら、朝鮮を中継する琉球貿易で繁栄する。当時は、三北王国、中山王国、 三南王国の三つの王国がある、宮間時代で、中でも大規模な交易港のある那覇を持つ中山が、活発だった。民の招き悟る氏である、要はじめは、金長新能を訪れた時に、琉球の情報を得る。要はじめは、中山王のサットを訪れて、名への入港を求めて、サットは、後部三角に調校を行い、名は、琉球に、 大型船を提供して長考が頻繁になった。民は和光対策のために琉球の貿易を活発にする目的があり、琉球の長考には回数制限がなく複数の長考主体も認められていた。当時の日本の長考は10年に一度であり、琉球は優遇されていた。長考を担当するために民から派遣された人の専門家集団もおり、 大型船の船長や水夫、漢文文書の作成や通訳を担当した。人たちは、久米村に住んだために、久米三十六世と呼ばれた。久米三十六世の人々が住む場所は、大面街とも呼ばれ、琉球から明治の渡航者は、復讐の琉球館に滞在した。後来にも中山が長江の使者玉これを送って、交流が始まり、日本とは、博多や堺の商人と取引をした。 琉球は民に兆候をすることで、南九州経由のルートに代わって、民と直接に貿易をするルートができた。中継貿易は王府による国営事業であり、琉球の輸出品は小型の馬と硫黄取島で産する硫黄で、その他に中継貿易で得た故障や素木、増毛、日本刀などがある。これらを名に献上して、開始を受け取り、陶磁器はグスクにも大量に貯蔵された。 日本との貿易は応仁、文明の乱で交通が不安定になり、細川市との表物での交渉が不守備に終わったので、博多や堺の民間商人や、前奏が交流を引き継いだ。博多商人の佐藤重信や、前奏の道康は、朝鮮との外交も担当した。商人にとって、琉球国王氏の名目を使えることは、利益が大きく、琉球国王の偽氏も発生した。 王人のランゴは日民貿易の日本における主導権は細川市や大内市を中心とする九州や西日本の大名、堺や博多の商人に移っていった。大内市は宝徳年間の県民船から博多商人と協力して天文年間には県民船を2回送った。大内市の船には博多商人の神や風や川上木材門をはじめとして 堺井や薩摩の人物も乗っていた。大内氏と細川氏の間では貿易の主導権をめぐって、ネ波の乱が起き、県民戦の中断も招いた。日後の相原氏は、琉球に船を送っていた他に、宮原銀山の発見で費用を調達して、天文年間に2回県民戦を送った。文後の大友氏は、民からの制限で、宝徳の県民戦以降は直接参加ができず、 正式な勧告がない私的な貿易船を送った。後に大友春坊が大内氏を継いだことで再び県民船に参加した。寧波の乱による貿易の中断は和光の一員にもなった。大名による県民船の中には民に入港を許可されなかった船もあり、その場合は警備の手薄な中国沿岸で死亡役を行った。民の公式な立場からはこれらは 密貿易であり、和光的行為とみなされた。大内氏は、室町幕府が民から受けた日本国王の金印の模造品も作っていた。民では、こうしたに接主の対策として、中国沿岸の密貿易者を取り締まった。公式の官光貿易は、大内氏の滅亡によって断絶したとされるが、それ以降も、複数の大名が県民船を派遣した。古代からあのうつ、 大津と並んで、日本水戸と呼ばれた、公益港の博多は、明、朝鮮、琉球、東南アジアで商人が活動していたが、商に、大友氏、大内氏の紛争に巻き込まれて荒廃し、九州各地に建設された、東人町や長崎、文後府中へと貿易が移っていった。玉祭、三端公益で得た、大陸産のガラス玉と本州産の金属製品が、使用されている。 アイヌは貿易品の大オ足オやタカの尾花などを得るために、11世紀からサハリンへ進出をした。13世紀には、サハリンの先住民だったニブフとアイヌは対立する。ニブフは元と作法関係にあったため、モンゴルのカラフト侵攻が起き、アイヌと元の紛争は約40年続いた。アイヌは大陸へと渡ってアムウル川下流を襲撃するが、やがて元の作法を受けて、 朝廷で毛皮を送った。現代の知事である熊夢、章の石津氏によれば、アイヌは野人と呼ばれたツングース系の民族と沈黙交易を行っていた。アイヌはお古女の毛皮、野人は元との朝廷で得た物資を送った。アイヌは元の後に民にも朝廷し、15世紀になると千島列島のラッコの毛皮を中国や日本へ送った。15世紀は 津軽半島の安藤氏が13港で貿易を盛んにしており、アイヌが大陸で入手した物産も運ばれた。安藤氏は、欧州藤原氏が滅んだ後に、鎌倉幕府に江戸大官に任せられ、北海道から京都までのルートを支配して栄えた。古代からの鉱脈だった岩見銀山が16世紀前半に再開発されて、津島や域を経由して、 博多や朝鮮半島へ功績が運ばれた。博多商人の神や樹啓が朝鮮半島から技術者を岩見に連れてきたことが廃記法の伝来とされる。廃記法が各地に伝わると銀の産出量が増えて、紀内や九州、貿易港に銀が流通した。大内氏による第十八次県民選には堺や博多の商人も多数参加して銀で動物を購入した。 当時は銀が国際的な貨幣であり、日本の銀は和銀とも呼ばれて、日民貿易や日朝貿易、南蛮貿易における重要な輸出品となる。朝鮮では銀を木綿布と交換して、船舶の保布や衣料品となった。民は銀で納税する一条弁法を取っており、和銀を求める福建、石膏、関東の商人が密貿易に訪れた。 ポルトガルは平戸から和銀を入手するのに加えて長崎、マカオ間の定期航路も開設して和銀がマカオを経由して民に流入した。日本はギートや絹織物などの高価な外国産品や火薬原料である小石を輸入した。カノヤスノブ、朝鮮通信士朝鮮王朝は和光の拠点となっていた津島を大江の外交で攻撃する一方で、 朝鮮半島に和勘を建設した。和勘は日本人の客勘として、李氏朝鮮が用意した施設で貿易で来航する日本人のためであり、和勘対策も兼ねていた。最も貿易を活発にしていたのは津島の宗氏であり、宗氏は和勘の取締りで朝鮮王朝と協力した。他に大内氏、九州丹大の渋川氏、肥前の宗方氏、肥後の菊池氏、 薩摩の島津市なども渡航した。日本からの輸出品は銀、朝鮮からの輸出品は木綿布だった。日朝貿易は一時中断した後に十五世紀中頃に再開されるが、これは李氏朝鮮が密貿易に統制をかけようとした目的があった。十五世紀末には、久し共和人は三千人近くに達して、三浦の乱という暴動も起きた。和光。 和光の活動を描いた記録として、和光図鑑や講和図鑑がある。16世紀の和光は、後期和光とも呼ばれる。活動地域は、中国沿岸を中心とし、解禁を原因とした中国人の参加が多数に上った。初期の解禁は、外国商人との取引を禁ずるのみだったが、やがて、中国人同士の会場の交易も禁じられた。中国沿岸の商人は反発し、 福建、関東、石膏の炎症人や米商人を中心とした密貿易が急増する。解禁の取締りの激化や県民戦廃止による日本人の参加、ポルトガルが中国沿岸で行った密貿易の影響もあり、諸勢力が入り乱れる状況下で16世紀に和光が拡大した。ポルトガル人の中にも中国戦に同情する者がおり、 民や朝鮮から、仏浪期と呼ばれて、和光とみなされた。民では、和光対策として、日本に関する調査も行われた。探検家の帝春光は、琉球や日本に滞在して研究所、日本一貫を書き、定着素は、日本の需要が高い品物を、大和よしみとしてまとめ、日本図山や、中海図編に掲載した。密貿易の増加によって、 中国内陸で活動をしていた奇襲商人も参加するようになる。奇襲出身で和光の頭目となった王忠氏は後藤を本拠地にしつつ、博多や平戸で取引をして中国沿岸で海賊行為を行った。後に南蛮貿易が始まったきっかけも王忠氏の船に乗っていたポルトガル人が種ヶ島に漂着したためだった。王忠氏が倒されると和光は、 次第に衰退して台湾、フィリピン、南洋へと活動を移す。民が解禁を解除すると南海への中国人の渡航と貿易が認められた。日本への渡航や金製品である異様、銅、鉄の輸出は許可されなかったが、和光は人生化した。日本に到来した南蛮人たち。白人や黒人が描かれている。南蛮貿易とはポルトガル人、中国人、及び ヨーロッパとアジア人の根血がマカオで行った中継貿易を主に指す。ポルトガルの他にはスペインが東アジアに進出してポルトガルが貿易を重視し、スペインは領土の拡張を重視した。ポルトガルは民からマカオの居留権を得て拠点として司令官のカピタンモールが着任したマカオにはセファルディムの海州ユダヤ人やイエズス会も移住して貿易に参加した。 16世紀にポルトガル人が種ヶ島に漂着したことがきっかけで日本とポルトガルとの貿易が始まる。ポルトガルがもたらしたひなわ銃は日本の軍事技術に大きな影響を与えた。しかし種ヶ島に漂着したポルトガル人が誰を刺すかについては諸説がある。管理貿易はカピタンモールを中心に行われ、主貿易では冒険商人たちが自由に往来をした。 南蛮貿易のポルトガル船には、カピタンモールの船、環境船や抵抗船、死亡駅の船による違いがあった。ポルトガルの貿易は、イエズス海による布教と結びついており、来航した港も、布教と関係のある地域が中心となった。宣教師のフランシスコ・ザビエルが布教をした大内市や大友市、そして大村住田だが、イエズス海に寄進して、境界領となった。 長崎港などがある。寄進後の長崎は、日本の貿易の中心となり、長崎の大官となった、末次平蔵は、外国船にも出資をした。ポルトガルのアフリカ周回ルートと、スペインの太平洋横断ルート。インド洋からマカオを経由したポルトガルに対して、スペインは、ヌエヴァ・エスパーニャのアカプルコを出て、太平洋からマニラを経由して、平戸に来港した。ポルトガル商人は、 日本の銀と中国産の木糸との交換を基本として、その他に日本に輸出したのはトウモロコシ、ジャガイモ、カボチャ、スイカなどの農作物や、ひなわ銃、メガネ、タバコ、薬品などだった。ポルトガルの次には、スペインが太平洋経由で貿易に参加して、スペイン領フィリピンのマニラからのスペイン船は年に約一隻の割合で来航した。九州の大名は、 東南アジアとの貿易を望み、松浦氏はタイのアユタヤ王朝、大友氏はカンボジアと交渉をした。ポルトガルやスペインが貿易で行っていた共同出資や会場貸し付けは、後に長崎で投げ銀と呼ばれる投資形態の原型となった。日本商人の投資が増えて、ポルトガル商人は中国からの信用貸し付けが可能となったが、タイ日本人債務が急増した。 織田信長は、キリスト教の布教を許可して、輸入品によって、大名の間に、南蛮趣味が広まった。豊臣秀吉は、信長の南蛮趣味を引き継ぎつつも、宣教師とキリシタン大名による一揆の可能性を、警戒する。その対策として、バテレン追放令を発令して宣教師を追放する。一方で、南蛮貿易を続行するために、異国都会主委員長を発行した。 秀吉は、スペイン領のルソン、台湾の鉱山国、朝鮮に対して、朝貢を要求するが失敗し、朝鮮においては文禄、慶長の役が起きた。秀吉の死後に、徳川家康は、親善外交をして、関係修復に努め、主因選による貿易を推進する。戦国時代以降は、増業たちが乱暴取りで捕らえた捕虜を、人買いの商人に売り渡すようになった。 ポルトガルが来航すると、ポルトガル商人にも、捕虜を売る者が現れて、日本列島内の人身売買が、海外貿易にも拡大した。イエズス会では、奴隷貿易が不況の妨げになると、ポルトガル国王のセバスティアン一世に訴えて、セバスティアン一世は、奴隷取引を禁止する直令を出したが、取引は続けられた。九州では、大友市と島津市の豊かさ津賀市線によって、 文語や秘語を中心に多数の捕虜が売買された。その後の豊臣秀吉による九州平定では、豊臣軍のものによって捕虜が売買されて、大阪をはじめとする髪型にも売られた。秀吉は海外への日本人売買を問題視して、宣教師のガスパール・コエリョを召喚して、外交問題として議論となり、秀吉はバテレン追放令の第10条などで、 人身売買停止令を出して事態の収拾を図った。奴隷として売買された日本人はマカオ、フィリピン、インド、中南米、ポルトガルやスペインへと運ばれた。文読、慶長の役では朝鮮半島で日本軍による奴隷狩りが起きた。人会商人が朝鮮半島へ渡り、日本の名古屋港を中心に捕虜が運ばれた。秀吉は 朝鮮半島での人取りを禁じる一方で、大名に対しては、捕らえた朝鮮人から優れた技術者や女性を献上するように命じた。奴隷取引を防ぐために、イエズス会の日本司教となったルイス・デセル・ケイラは、取引に関わる全員を教会法で罰することを決めた。イエズス会は、奴隷貿易をする者の波紋決議の中で、無数の朝鮮人が日本に運ばれて、 安値で売られたと書いている。琉球王国時代の那覇港琉球では、民や朝鮮の他に15世紀からは、東南アジアとも取引が増える。シャムのアユタヤ王朝、マレー半島のマラッカ王国やパタニ王国、ジャワ島のマジャパヒト王国、パレンバン、スマトラ、スンダ王国、ベトナムといった国々である。これらの国は、琉球と同じく名に調光しており、過人社会があったので、 漢文による外交が可能だった。琉球は日本刀や中国刀時期を東南アジアへ輸出し、東南アジアからは胡椒や巣王などを輸入した。やがてマラッカは東方に進出したポルトガルに占領され、交易地は他の港湾都市に散らばる。琉球はマラッカを避けてジャワ島のカラパやマレー半島のパタニ王国へと移った。琉球は輸入した日本島に ラデンザイクやシュールシヌリの外装をして輸出しており、レキオやリキーウーと呼ばれた。琉球の外交文書集、歴代法案によれば、1570年のシャムが最後の東南アジア派遣だが、それ以降も東南アジアの品物は記録されている。アユタヤーシャがビルマのトゥングー町に占領されてからは、1571年に、 スペイン領フィリピンが成立したマニラなどで活動していたと推測されている。琉球にも和光は侵入して、民からの作法師が来航すると騒ぎが大きくなった。作法師が和光に襲撃される事件や、多数の和光が作法師との交易を婚姻に求めて、那覇に殺到する事件も起きた。琉球としては、作法師の品物はすべて買い取る必要があり、 深刻な紛争が起きない限りは、和光も公益集団として扱った。朱印船、貿易省の荒木総太郎の船江戸時代の始まりは南蛮貿易の終わりと重なる。マカオを拠点とするポルトガル商人は、次第に中国との競争で圧迫され、江戸幕府から得た朱印場で貿易を許可された朱印船貿易が年に約10の割合で始まった。 幕府は三本マストの武装攻撃戦350隻に衆院船の許可を出して、台湾、大のアユタヤ王朝、ベトナムのチャンパ王国、カンボジアのプノンペン、マレー半島のパタニ王国などにも衆院船が渡航した。各地に日本人町が建設されて、アユタヤ日本人町の山田長政のように外国を活動拠点とするものも増加した。日本人以外では、 家境やポルトガル、スペインの商人も主因上を得た。商人は基本的に個人事業であったが、共同事業も行われており、投げ銀という出資の仕組みを持っていた。投げ銀は会場のリスクを貸主が小売で負担する会場銀や商品の購入を委託することづ銀に分かれていた。投資家から借り受けた貿易業者が一定額を主因選手に渡して、 貿易を行い、無事に帰国すれば、利益を、選手、貿易業者、投資家で分配する。事故により損失が出た場合は、元利の返済はなかった。博多の末継家と長崎の末継家は、投げ銀の集約と投資を分業して、強力な組織を経営した。投げ銀の方法は、スペインやポルトガルで普及していた、共同出資や、氷の会場貸し付けに類似しており、 マカオにはコンパーニャがあり、その資金繰りが長崎に影響して、投げ銀が用いられるようになったとされる。主院船の廃止後は、海船の選手と船問屋が同様の経営を継続した。復元された、平戸オランダ将官オランダは、ポルトガルが日本との貿易で利益を得ていることを知り、銀を得るために進出を計画して、スペイン・ポルトガルと紛争を起こした。 オランダのリーフデゴンが日本に漂着した際に、イギリス人のウィリアム・アダムスも乗り込んでおり、日本に来た初のイギリス人となった。イエアスはオランダとの貿易を望み、ヤックス・スペックスが平戸に来航する。スペックスは、イエアスの外交顧問となったアダムスを通じて、主因上を得た。同年には、オランダ東インド会社が日本の緑茶を平戸から運び、 フランスやイギリスでイン差が広まるきっかけとなった。茶貿易は、後に、中国からの紅茶の輸出が中心となる。イギリスもクローブ号を最初として、平戸に召喚を開いて、貿易を始めるが、イギリスが輸出しようとした、毛織物は日本で人気がなく、撤退した。家康の死後、二大将軍の徳川秀忠は、キリシタン近況の徹底と、国際紛争の回避を目的に、 貿易や出入国の管理と統制を強化する。スペインとポルトガルはキリシタン近況の観点から貿易を禁じられ、イギリスはオランダとの競争に負けて撤退した。島原の乱の影響で、幕府はカトリックに対する警戒を強める。さらに、パウロドス・サントス司祭の書状が発見されて、ポルトガル商人が近況後も宣教師を支援していることや、 長崎武行の竹中重吉とポルトガルとの密貿易が判明する。幕府はオランダ東インド会社に打診して、ポルトガルに代わって、キートと絹織物を輸入できることを確認した上で、鎖国令を出し、ポルトガルとの交流や貿易を禁止する。ポルトガルの撤退後はオランダが日本と取引をした。台湾島には多様な先住民族が暮らしており、17世紀に、 大陸の華人と華僑の間で中継貿易が始まった。ポルトガルの後に東アジアに来たオランダは民での貿易が認められなかったため台湾島の台湾を拠点とした。平戸の中国人商人の狩猟だったリアキラやその弟で長崎にいたカサカイのように主因状を得ていた華僑もオランダと取引をした。オランダは台湾で ゼーラ乱デア城を建設するために、日本向けの商品に10%の輸出税をかけようと、するが、主因戦貿易の日本商人と対立して、台湾事件が起きた。中国では、民の滅亡後も、維新を名乗る者がいて、その一人、帝史竜は、リアキラから引き継いだ勢力を拡大して、貿易や海賊対策を行い、清と戦うための援助を日本に要請した。 帝死流の子である帝政公は台湾を占領して、帝死政権は福建と台湾の日本貿易を掌握した。しかし、台湾の輸出品である鹿川や砂糖は大陸商品に押されて、次第に貿易は減少した。江戸に向かうオランダ人たちの行列を描いたイラスト、江戸幕府は三大将軍、徳川家光の時代になると、四つの口を通じて、 貿易と出入国を管理した。四つの口とは、オランダや中国と貿易する、長崎、出島、朝鮮と貿易する津島藩、琉球と貿易する薩摩藩、アイヌと貿易するマザキ藩を指した。幕府は貿易に加えて正式な外交関係がある通信国と貿易のみの傍商国を区別した。通信国は琉球王国や朝鮮であり、傍商国は 民や清ポルトガル、オランダ、イギリスだった。江戸時代の日本は貴金属の輸出国であり、貴金属は他地域でも貨幣として流通した。輸入超過が続くうちに支払いによって、国内の金、銀、銅が減少したため、様々な対策が取られた。原独機と宝永機には、小木原重秀が貨幣改中を行って、貴金属の含有量を減らし、 聖徳期の荒井白石は、開発後指針例で貿易量を制限した。名脇や天明期に田沼をきつぐが政治の中心につくと、開発後指針例が緩和されて輸出が奨励された。日本の金銀比率が立地域と大きく異なっていたため、幕末には金の流出が深刻化した。幕府は貴金属の流出対策として、輸入が多い品物の国内生産も試みた。 八大将軍の徳川吉宗は砂糖や朝鮮人参の国内生産を成功させた。砂糖の輸入は室町時代から始まっており、16世紀以降の日常的な消費で急増し、幕府による衝突期の輸入制限430金に対して586金以上の年もあった。砂糖は東南アジアから輸出されており、砂糖の輸入代替は原独期の農学者、 宮崎康佐田が農業全書でも提案している。徳川吉宗は佐藤希美の栽培と製陶技術の取得を命じて長崎経由で中国の総王製の技術書天候怪物からローラー作式の製陶技術を導入した。国内生産が進むにつれて17世紀末には350金から500金だった。 輸入量は18世紀から19世紀には150斤から260斤に低下した。また、江戸時代以前の医療においては、漢方薬が使われることが多かったが、その材料を輸入に頼ることが多く、それは、奈良時代の聖武天皇の遺品が収められた東大寺、正宗院の宝物の中に、多数の輸入薬物が含まれていることからも、裏付けられる。江戸時代に入ると、 医療が民間にも普及するとともに、漢方薬の原料となる薬草、薬器の需要は高まり、法永6年からの5年間で合計120万5535金にも上った。幕府直営の薬園は徳川家光の時代からあったが、徳川吉宗は、教法年間以降、薬園の充実を進めて、対馬藩経由で朝鮮から取り寄せた朝鮮人参の種を用いて、 朝鮮人参の国産化を図る一方、諸大名にも薬園設置を推奨した。また、輸入薬剤に関しても、長崎から輸入された品物を、大阪土生町の薬種仲買い仲間が一括して,購して、購入して、全国の薬種問屋に販売し、江戸や関東地方において販売される分については、土生町の中買い仲間から江戸本町三丁目の 株仲間に属する役種ドニアを経由させた後に、市中に販売させるという流通統制を行った。近世初期の商人には、問い、座商人、主因線貿易に属するものが多く、堺の今井宗久、京都の角倉良也茶屋、白郎二郎、大阪の末吉孫左衛門や、淀屋、上安、長崎の末次平蔵や荒木宗太郎、博多の大型家支給や姉妹宗室などがいた。 貿易省は輸送から年貢受けを意などの手段を一手に持ち、領主から特権を受けた雇用商人として、軍需品や土木事業も手掛け、豪族的な性質や、陶器的な面もあった。幕府の鎖国政策が進んで貿易が減少すると、初期の豪商は没落して、より堅実な商業が主流となり、商品ごとの問屋が整備された。幕府は、職法政権の落一、 落座政策を引き継いでおり、商人の同業組織を当初は認めていなかった。しかし、ギートの輸入を統制するために、イトアップの株仲間を認めて、茶屋、四郎二郎が主導した。やがて、株仲間は大阪の豚屋をはじめとする商人の間で認められ、江戸へと広まった。長崎構図に描かれた、出島及び当人屋敷。シーボルト町、日本より復元された。 デジマ館内部長崎は幕府の直轄地であり、デジマを建設してオランダ東インド会社や中国との貿易を行った。オランダ商館が平戸から移り、商館長はポルトガル時代の名称を引き継いでカピタンと呼ばれた。幕府はオランダに対してヨーロッパの情報を要求し、オランダ商館では毎年夏にオランダ船が着くと情報をまとめて幕府へ送った。 これは、オランダ風雪書と呼ばれ、幕府のほぼ唯一のヨーロッパ情勢の情報源となった。清は台湾の停止政権への対策として、旋回令で中国沿岸の居住を禁止したが、やがて旋回令が廃止されて、中国からの来航が増加する。幕府は中国人の居住地区として、当人屋敷を建設した。オランダはポルトガルに習って、 中国産の木糸などを日本に輸出し、日本は金や銀で支払いをした。当時の日本には貴金属に代わる主要な輸出品がなかったために金銀の流出が続き、日本が銅の輸出に切り替えると東インド会社は銅産質量が少ない安南に銅を送った。幕府は輸出が禁じられていた官営通報の流出を防ぐために貿易用の長崎貿易船を発行した。 銀の輸出量は17世紀前半の世界の3銀量42万キログラムのうち20万キロに達した。17世紀後半のバタビアでは日本の小判が流通した。元禄時代になると幕府は金銀の流出を止めるために抵抗貿易法で貿易に上限を設け、海中を行う。海中で貴金属の含有率が減り、取引国のオランダや中国から反発を受けた。 民の末期の戦乱で中国からの陶磁器輸出が減少すると、オランダ商館長のザハリアス・バグナーは日本の陶磁器に注目した。バグナーはヨーロッパ向けの製品を依頼して、イマリア機は500万個以上が輸出されて、インドネシア経由でオランダへ運ばれ、ヨーロッパ各国へ流通した。薪絵式機も箱や筆が輸出され、 マリー・アントワネットの机やナポレオン三世の棚にも用いられた。調味料としては、醤油が1647年から10樽輸出され、醤油は東南アジア各地に年間数百尊が輸出されて家境に好まれた。ヨーロッパには1737年から醤油が流通したが、高価なため次第に中国産の醤油に変わっていった。18世紀のン産ラの総量は関数 江戸時代から明治初期にかけては和寛が唯一の公認の日本人町だった。16世紀になると三浦の乱や和光の影響で日朝関係は悪化し貿易も減少した。和寛は豊臣秀吉による文録、慶長の役が起きたため閉鎖され、江戸幕府になってからの起由役場で朝鮮王朝と対島の宗主との貿易が再開された。 江戸幕府の成立後は、津島藩が幕府の許可の下で貿易を行った。朝鮮は日本との正式な国交がある通信国となり、貿易に加えて外交施設である朝鮮通信士も行われた。富山には日本人が生活する和館が建設され、敷地は10万坪、人口は400人から500人ほどだった。朝鮮は中国産のキー糸や、 薬用として重宝された高麗人参を輸出して、日本は、慶長長銀で購入した。やがて日本は、銀の不足によって、銀の含有率を低くした銀貨を用いるようになる。朝鮮では、含有率が低い銀貨の受け取りを拒否して、高麗人参の輸出が中止となり、幕府は、対策として、高麗人参専用の銀貨である、人参大王古銀を発行した。秀吉による、 文禄慶長の役の後、家康は民との関係修復のために琉球王国に仲介を求める。琉球の少年王は家康を警戒したため、薩摩藩の島津忠恒は琉球への出兵を検討する。家康は日民貿易の復活を目的として出兵を許可したが、島津氏は琉球の領有化のための出兵を目的とした。これには、 当時の島津市の財政が逼迫していた点も関係していた。民から作法師の夏仕様が琉球に来た際、薩摩藩は民に対しては領内への商船渡航を求め、琉球に対しては名商船の中継を求めた。琉球は薩摩藩の要求に基づいて商船の琉球渡航や36世の再派遣を名に求めた。 しかし名は36世の再派遣には応じたものの、日本を警戒して商船は許可せず、徴工も2年1回から10年1回に減らされた。こうして琉球は、薩摩藩の要求に沿うことが不可能となり、薩摩軍は琉球侵攻をした。その後の琉球は、徳川の幕藩体制に含まれつつ、民との徴工を維持する。商品作物として砂糖やうを大阪へ輸出して、 その利益を長江へ投資した。佐藤希美の栽培と製当美術は、商法王の時代に中国から導入し、琉球から奄美群島へと伝わり、奄美群島の佐藤は薩摩藩の財源になった。エゾキン、三旦福とも呼ばれた新朝の寒服アイヌとアジンとの交易は、16世紀に柿崎氏のもとに独占される。柿崎氏は、 遺敵の小白王冠のハットを制定し、正木に改正して、家康の許可を受けて、正木藩以外の和人とアイヌの交易を禁じた。北海道は、道南の和人地とアイヌが住む江戸地に分けられて、正木藩の家臣は、商い場でアイヌと取引できる、商い場地行政を行った。17世前半の北海道は、金の採掘や砂金の採取が盛んになり、 当時のアイヌ総人口2万4千人を超える3万人以上の和人が各地から集まった。また、西海航路を通る北前船によって魚介類や材木などの産物も送られた。秋内場地行政では、正木藩が品物の交換レートを決定し、秋内場の和人が増加したために、アイヌの不満を呼び、借社員の戦いが起きる。長崎貿易向けの産物として、 星あわびとせなまこが、まさき藩の管理下で推進され、アイヌも、和人の米、酒、鉄製品へ依存するようになる。18世紀には、商人が商い場を運営する、場所を受け置い制となり、和人が、アイヌに労働をさせた。千島アイヌは、北海道本島のアイヌと沈黙交易を、行っていた。カラフトアイヌは、三丹人とも呼ばれる大陸の二部府やウリチと貿易を、 行い、三丹交易とも呼ばれた。三丹側は清に調工をして得た、絹織物や、大陸の産物を輸出し、アイヌは黒天をはじめとする毛川や幕府から得た、鉄製品を輸出した。正木藩はアイヌに、鍋やヤスリなどの鉄製品を支払って、真の物産を入手して、真の絹織物は、エゾ金と呼ばれて陳調され、正木藩は幕府への献上品や諸大名への、 贈り物とした。18世紀後半から、オランダ以外の諸国も、日本との貿易を図るようになる。かつて平戸から撤退したイギリスは、チャールズ2世が台湾に召喚を開き、イギリス東インド会社は、日本との貿易再開を計画する。イギリスとしては、貿易を禁止されたポルトガルと異なり、主因状を得ているので、再開が可能であると判断した。こうしてイギリスは、 リターン号を送ったが、幕府は、イギリス国王である、チャールズ2世が、ポルトガル王女のカタリーナ王女と結婚している点を、理由として、貿易の再開を禁じた。北方からはロシアが日本との通称を求めた。ロシアは、ラッコやオットセイの毛皮を輸出して清しと、毛皮貿易を行っており、18世紀に、北海道で、アイヌやマサキハンの人間と遭遇した。 イルクーツク総督の施設のアダムラクスマンが、漂流民の大国や高大を送り届けた際に、幕府は、長崎入港を許可する、心配を与えた。ロシア側はこれを通称の許可と解釈して、ロベイ会社の設立者でもあるニコライ・レザノフが、アレクサンドル一世の国書を持って、長崎に来港する。しかし幕府側では、通信国や某商国を増やさないという方針は、変わらず、幕府は、 回答を半年延ばして国書を受け取らず食料などの補給も不十分な状態でレザノフを退去させた。これがもとでレザノフの部下が南からフトやエトルフ島を攻撃するフボストフ事件が起きた。その後アヘン戦争後にオランダ、フランス、アメリカから通商の要求が相次いだ。国際環境の変化を受けて国内でも貿易や 海外進出についての提案が出された。仙台藩の範囲、工藤平助は著書、赤エゾ風雪港において、業界を第一とした上で、赤エゾとの貿易やエゾ地の開発を提案した。数学者の本田俊明は、ヨーロッパに習った貿易や植民地政策を、再生物語で説いた。講義の受者である、小賀道安は、解剖国則を表し、貿易による、 海外進出を説いた。安政5カ国条約アメリカ合衆国からのマシューペリー帝徳の来航と日米和親条約によって幕府はアメリカに対して開港し、日本は万国広報に基づく欧米を中心とした国際秩序に組み込まれた。次に日米修好通商条約が締結されるが、この条約によると日本側に完全自主権が与えられず、 協定関税制とされていた。一方で、外国人の行動範囲は、外国人居留地を中心とした地域に限定され、外国人の内地雑居は認められなかった。開港されたのは、横浜港、新潟港、神戸港、長崎港、函館港の開港後港だった。同様の条約は、英仏ランドとも結ばれて、安政後過酷条約とも呼ばれた。 開港直後の神戸港を描いた浮世絵作、雪舟神戸海岸繁栄図、開港は日本各地の産業を大きく変化させていく。交通面では、中国や太平洋の航路を使っていた欧米各国の汽船が来航して、長崎、横浜、函館などの港は、上海、マルセイユ、サンフランシスコなどの航路網に連結された。横浜を中心に貿易が拡大して、 当初の日本はキートを輸出し、織物を輸入した。キートの輸出像は、製紙業を発展させ、輸入品との競争によって衰退する地域も出た。流通面では、株仲間を通さずに外国と取引をする商人が増え、幕府は重要な商品は、江戸の問屋を通すように命じたが効果がなく、最終的には、明治政府の商法単位によって、営業の自由が認められる。 外国人の居留地には外省と呼ばれる商人や商社が進出をした。居留地で取引をする日本人のうちで輸出をするものは売り込み省、輸入をするものは引き取り省と呼ばれた。通商条約が不平等条約であったため外省は日本人に対して有利であり、日本人の事業に外国資本が進出する場合もあった。イギリスのジャーリンマセソン商会はキート・チャ。 面布を扱い、オリエンタルバンクは三井に100万円の融資をしている。通商条約の締結によって、諸外国の銀貨が日本国内で使用できることが定められた。しかし、幕府が定めた金と銀との交換比率は、諸外国に比べて著しく金が割安であり、大量の金が日本から流出した。幕府は、金の含有量を3分の1に圧縮した。 万円小判を発行し、ようやく金の流出を止めた。ところが、成果の貨幣価値が3分の1に下落したこと、また諸外国との貿易の開始によって、国内産品が輸出に向けられたため、幕末期の日本経済はインフレーションに見舞われた。この時期の日本貨幣と海外貨幣の交換比率の問題は、幕末の通貨問題とも呼ばれる。通商条約の締結後、 藩の中には開港場に商社を設立して、自藩の特産物や各地の産物を欧米へ輸出するところが現れた。開港場の商人が藩の商社を経営して、藩士が元締めを務めた。輸出で得た利益は、軍艦、大砲、小銃など欧米の兵器や商船の輸入に充てられて、武器の輸入はアメリカのウォルシュホール商会やイギリスのクラバー商会が行った。 こうして諸藩は幕府に対抗する軍事力を蓄え、薩長問いの四藩がその中心となる。商社担当の藩士は、経済や国際情勢の知識を蓄えて、明治時代に大資本家となった古代、友厚や三菱財閥を創業した岩崎や太郎、明治政府の財政で働いた、百合君政のような人物を生む。古代友厚は、上位より、 開国交易を重視して上海への輸出を提唱した。しかし各藩の勝者の規模では特産物の生産増や輸出奨励は不可能であり明治政府によって実現された。江戸幕府から政権を奪取した明治政府が直面した貿易面の課題は外貨獲得と条約改正であった。明治政府は交渉800万国の幕府の財政を引き継いだが、 交渉で合計3200万国を持つ約300の諸藩は財政や軍事が独立していたため分割されていた経済力を廃藩置県によって中央集権化した。明治政府は布国共兵を目標としたが布国と共兵のどちらを優先するかをめぐって対立が起きる。布国を優先する側は食産工業を目標とした。 工部省産業革命以後の世界は工業製品の貿易が急増しており、欧米の事情を調査するための岩倉施設団に参加した大久保利道は日本の工業化のためにイギリスの工場や機械を視察する。大久保は国力の基準として輸出入統計を重視し、政府による食産工業の必要性を主張した。政府は工部省を設置して、 技術導入のためにお雇い外国人の多数採用、官営工場の建設など、産業振興と産業インフラ整備の事業を推進した。しかし、台湾出兵における占領や内戦である西南戦争の戦費、そして松方財政のもたらした緊縮財政とデフレによって、積極財政は中止される。 食産工業政策は1876年から1880年までで終了した。外商の取扱いの比率は1880年に輸出80%、輸入93%であり、1890年に輸出89%、輸入75%となり日本側の取扱い比率は上昇した。しかし依然として外商が主導しており、 日本側としては輸出増加が目標だった。横浜の外省は、キート売り込み省への代金支払いの遅延や契約の破棄が重なり、売り込み省が連合キートに預かり所を設立して、外省と対立する連合キートに預かり所事件が起きた。不平等条約の改正は、イギリスとの日英通商公開条約によって、関税自主権の一部回復や、 最恵国待遇の総合化が実現し、これをきっかけに他の14カ国とも改正が進んだ。関税自主権の完全回復は日米通商公開条約の改正で達成された。食産工業政策は短期間で終了したが、1880年代以降の産業発展の下地を作った。1882年から1891年を100とした場合、 1902年から1911年には日本の輸出は418で輸入は488まで拡大をした。富岡製糸場で使用されていたフランス式、葬式日清戦争までの工業化の中心は、軽工業であり、中で製糸業や宝石業などの繊維工業だった。キートは明治初年から生産量の60%から70%を輸出し、 フランスから技術を導入して、官営の富岡製糸場を建設する。こうして、キートは1870年から1880年の輸出総額の約30%となり、1886年から日清戦争が起きるまでは、繊維工業が年15.4%の急成長をした。綿棒石業は開国後に輸入品が増えて、 伝統的な面子生産は衰退したが、大阪宝石の成功によって、宝石会社が増え、1897年には輸出量が輸入量を上回った。交通面では、鉄道は官営によって進められ、海運は政府の保護を受けつつ民間資本によって成長した。開国から明治初年までは、貿易や沿岸の流通を外国船が行っており、政府は、 台湾出兵の軍事輸送のため、三菱会社を支援した。日清戦争後に、海運業は急成長して汽船トン数が増加し、三菱と共同運輸会社の合併で設立された、日本郵船は、アジア、ヨーロッパ、北、アメリカ、オーストラリアへの遠用航路を開拓し、大阪商船や東洋汽船も続いた。日露戦争後にさらに大規模な拡大が繰り返された。 通信面では、デンマークの沖田電信会社が、電信の海底ケーブルを、上海、長崎、ウラジオストクに付設して、長崎から東京にも付設が進んで世界の通信網と結びついた。これによって、海外取引も迅速となった。明治政府は、爆栄や繁栄の工場を接収して、軍工場と民間工場に分けた。石川島造船所。 三菱長崎造船所、川崎造船所などが官営工場の払い下げを受けた。日清戦争時に造船能力の低さが問題視され、政府は造船奨励法と公開奨励法を制定して造船業の育成政策をとる。日露戦争後には国内建造が輸入を上回った。官営や渡製鉄所官営から払い下げられた。 釜石製鉄所が日清戦争前から製鉄を行っていたが、小規模であり、官営や他製鉄所によって生産量が増えた。しかし補助金等による政府の育成政策にも、かかわらず第一次世界大戦までは国際競争力がなかった。明治時代の後期から多様な商品を取り扱う総合商社が出現する。それぞれの商社は幕末の動乱。 廃藩地検、内戦、国際緊張などを機会として成長した。江戸時代から続いていた豪商の三井家は、明治政府を支持して、小野や島けとともに、明治政府の会計事務局交わせ方となり、倒産の危機に見舞われつつ、三井越後屋五福店の他に、三井物産、三井銀行などを多角化を進めた。三井物産は当初は、政府の御用商品を扱い、後に、 石炭、繊維、ギートを輸出して各国に支店を設置して三角貿易も行った。岩崎八太郎は土佐藩の経営から分離された九十九商会から三菱商会を創業し、海運業で政府の助成を受けて高加島事件や西南戦争によって利益を得た。李氏朝鮮の貿易をめぐって日本と清が対立した。日本は高加島事件をきっかけとして 日朝修好条記を結び、和刊の敷地を引き継いで日本人居留地を建設し、朝鮮は富山港、元山港、新川港を開港した。日朝修好条記は日本側に有利な不平等条約の面を持っており、日本の対朝鮮貿易は拡大する。さらに日朝通商商定を結び、後進事変の後は政治的進出が後退する一方で、 経済的進出を活発にした。日本の業者は朝鮮商人の客商に資金を提供して穀物を買い集め、朝鮮では米不足と米価高騰が起きて生活を圧迫した。朝鮮の地方政府は食料問題を解決するために日朝通商商定で承認されていた防国令を発令して穀物の生きがい搬出を禁じる。しかし、 前貸しで穀物を買い付けていた日本の業者は生きい搬出禁止に対する損害賠償を求めて紛争となった日清戦争で清が敗北すると朝鮮は清への兆候を終え日本は朝鮮の植民地化を進める朝鮮の輸出の80%から90%輸入の60%から70%が日本向けとなった日本は朝鮮の次に 満州へと進出する。日本は、清との間に不平等条約である日清、追加通商公開条約などを結ぶが、義和団の乱をきっかけに、満州を占領していたロシア帝国と対立し、日露戦争が起きた。日露戦争の勝利で、日本の国際的な信用が高まり、外債の発行が容易になる。日本政府は、重工業化を進めており、外資はこれに有利に働いた。 日清戦争で日本が得た賠償金は3億6000万円に上り、1895年の日本の GNP の20%以上に相当する。日本はこの賠償金をもとに金本位制に移行した。各国の為替レートは金を通じて安定するため、外貨の調達が容易となり、日本の金本位制は第一次世界大戦まで続いた。金本位制によって、 不利となったのは輸出産業だった。日本は松方財政の時代から銀本位制を取っており、金銀期化の下落によって金本位制国への輸出が伸びていたが、金本位制以降で不況を迎える。東京名所西木へ東京停車場の前景第一次世界大戦が起きると各国ともに日本も金本位制から離脱した。金本位制離脱の原因は、 通貨供給量が各国の金保有に制約されるので多額の戦費を調達できなかったためである。ヨーロッパは軍需生産を優先してアジア市場が供給不足となり、日本は繊維製品や雑貨の輸出の増加によって経済成長をした。輸出増によって対外債務が減少し、船なり金と呼ばれる資産化が多数出現した。経常収支黒字により日本は 累積債務を解消して再建国となり対戦景気と呼ばれた。対戦景気によって日本は農業国から工業国へと移行した。輸出面では輸出と海運業の公共が造船業や鉄工業をはじめとする関連産業にも影響した。輸入面では外国からの輸入減少による内需拡大が国内の重化学工業にとって成長の機会となった。 海外事業では、商社の設立が急増して、外商のシェアは低下し、商品の多様化と取引地域の拡大が進む。三井物産は1914年の輸入取引の27.3%、輸出取引の23.9%を占めており、総合商社のモデルとなった。日本の有力な商社は、ニューヨーク、ロンドン、ボンベイ、上海などに進出し、 1929年の世界恐慌まで事業を展開した。1920年代には三井物産の他に鈴木商店、三菱商事が総合商社として確立し、岩井商店、大倉商事などがこれに続いた。対戦後にはバブル景気によって輸入超過となり、やがてバブルの崩壊で戦後恐慌が起きて株価は42%、物価は21%、 地下は16%低下した。ヨーロッパのアジア市場への復帰に加えて中国をはじめとして他のアジア諸国でも生産が向上して国際競争が激しくなった。企業倒産と企業合併が急増したため大企業によるカルテルが形成され特に三井、三菱、住友、安田の財閥による支配が強化された。岩倉施設団よりも数年早い時期に カラユキさんと呼ばれた日本女性が東南アジアへ渡っている。カラユキさんの出身地は九州の海岸沿いが多く、中でも貿易港がある長崎近隣の天草や島原などの地域が多かった。近代初期の東南アジア貿易では神戸の南京町の花商が中心となった。神戸には最大の在日華経の商人グループがあり、福建出身の花商は フィリピンの復権商人と取引をして、関東出身の花商は、オランダ領東、インドやシンガポールの関東商人と取引をした。日本からはスルメ、イリコ、アワビなどの海産物や繊維製品が輸出された。サイパン島で運行されていた、シュガートレイン第一次大戦時の輸出増加と、旧ドイツ領だった南洋諸島の委任統治が、東南アジアや南洋諸島への進出のきっかけとなった。 第一次大戦前までの東南アジアの在留日本人は女性人口が多かったが貿易の増加によって逆転する。東南アジアへの輸出は大戦勃発の1914年から大戦後の1925年までに8倍となり幕末から論じられていた南進論を後押しした。フィリピンには1904年頃から日本人の移住が始まり、 ダバオのプランテーションでアバカーサを栽培した。朝は、船舶ヨーロープや和紙、和服になり、第一次大戦で需要が急増して高騰した。フィリピン軍党政府は、こういう地方の改正で、日本人の土地取得を制限したが、日本側はパキアオという伝統的な土地経営を用いて、農園を拡大した。ダバオには、バゴボ族をはじめとする先住民がいたため、対立によって、 日本人の殺害も相次いだ。日本の製造業の成長に伴って外国からの直接投資や技術提携が増加した。戦艦機の技術提携には、ウェスティングハウスと三菱電機、ゼネラルエレクトリックと東芝、シーメンスと富士電機、デッカーと東洋電機などがある。アメリカの製造業の大企業家は大量生産の企画家や中間生産物や 最終消費財など、分業の利益を世界規模で広げた。1920年代に、アメリカのフォードや、ゼネラルモーターズは日本に、アセンブリー工場を創業し、日本の製造業にも影響を与える。トヨタ自動食器のチャールズ・フランシス、日産自動車のウィリアム・ゴーラム、シワウラ製作所のアルフレッド・ワーレンなどは、生産技術の向上や、工場建設などで貢献した。次第に、 機械工業の発展が進み、軍需品のためのメーカーは増えたが、アメリカ式の大量生産方式が全国的に普及するのは第二次世界大戦後までかかることになった。満州国の鉄道路線図日本は天然資源を確保するために、朝鮮に続いて満蒙と呼ばれた満州と内盲湖への進出を図り、日露戦争後のポーツマス条約で、旅順や大連の租借権と、 東西鉄道の南満州支線を引き継いだ。国策会社として、半官半民の南満州鉄道会社が設立され、ロシアとの日露協約によって、満州の鉄道と電信の不設権を分け合う。満鉄は、昭和成功所などの製鉄、鉄工や炭鉱、大和ホテルなどの宿泊施設、さらにインフラストラクチャーも建設した。満州への投資は1920年代までは、 工業と運輸が中心であり、やがて石炭や大豆の生産が増えて、満州への移民や交易が増加した。第一次大戦後の国際競争の変化によって、中国の民族貿易業が発展して、日本は輸出用面種の主な市場だった中国を失う。代わりとして、第一次大戦中に資本を蓄積した日本の貿易会社は中国へ直接投資を始めて、 宝石工場を経営する在家房が増える。日本国内の賃金上昇と女子と児童労働の議や勤務禁止という労働環境の変化も直接投資を後押しした。1920年代に金が淵宝石、東洋宝石、大日本宝石が上海と賃貸を中心に在家房として進出をして、1925年には中国資本の50%以上に達した。 しかし、労働条件をめぐって、労働葬儀が起き、在華房の行員によるストライキが発端となって、上海で5.30事件が起きた。日本は、植民地や占領地での資金調達のために、アヘン貿易を行った。きっかけは、日清戦争後の台湾の領有である。台湾統治では、財政赤字が予想されたために、 内地と同じく薬用として専売する方針を取り、アヘン専売を提案した、後藤新平は台湾の民政長官となった。明治29年度の台湾総督府の歳入668万円の内アヘン収入は355万円であり、初期の台湾総督府の財政を支えた。台湾での成功によって、アヘン専売はその後の日本の植民地でも採用されるようになる。 日露戦争後には満州をはじめとする財政基盤の弱い地域でケシの栽培やアヘン密売が拡大する。イギリスがアヘン貿易を減らす一方で日本が市場に参入してペルシアやトルコ産のアヘンを上海に密輸したり、モルヒネを世界各地から輸入して自由港の大連から関東州へ密輸した。 アヘンの密輸には、鈴木商店や昭和通商など日本の商社も関わった。やがてモルヒネ製造の国産が開始されて、日本政府や朝鮮総督府が原料のアヘンを払い下げて、日本の製薬会社がモルヒネを製造した。満州国はアヘン法で潜培を進め、満州国の一般会計の10%以上はアヘンからの税収となる。通貨価値が下落した占領地では、 アヘンが通貨の代わりとなった。南京国民政府は中国の全国統一を果たすと不平等条約の改定を宣言して日清通商公開条約を廃棄し日本の満望進出と対立する。当時の日本の政策としては植民地の放棄と貿易の振興、金本位制への早期復帰と国際協調主義、対外膨張と自律的な経済圏の構築などの 選択肢があり、論争も行われた。中国との対立が深まる中で、世界恐慌が起き、日本は金融出解禁を行って、金本位制に復帰するが、前年から続いていた、世界恐慌の影響で、昭和恐慌を招いてしまう。恐慌対策として、犬飼い武内閣の下で、高橋小歴予想賞が、金本位制離脱と財政政策を取る。 金本位制の離脱によって為替レートが低下して輸出が拡大し財政支出の拡大により有効需要を追加して景気回復を遂げた。上海事変の影響もあって日経資本の労使対立は日中の国策とも結びついて激化する。自由貿易を支持する在家貿計の軽工業の資本家は軍事進出を支持する満鉄系の重化学工業の資本家よりも 列位となった。満蒙では満州事変に続いて、傀儡政権である満州国が建国された。世界強行後に経済が停滞をしていた日本では、満州への期待が高まる一方、満州では現地の中国人からの強制買収で農地を確保しており、日系官僚が計画経済を進めて日本への従属が進んだ。 石油の生産や重化学工業化も進められ、満州の高工業をまとめるために、満州重工業開発も設立されたが、満州国と中国の貿易は減少して、アメリカやイギリスの対日政策にも影響した。日本人以外による強制労働が1938年以降には、毎年250万人に上り、日本への穀物輸出は1936年。 以降の合計で3662万トンに達したが厳しい統制によって現地の農村では飢餓と物不足が深刻となった。世界恐慌が起きると東南アジア貿易ではイギリス、オランダ、アメリカ、日本のシェア争いが激しくなった。金融室の再禁止によって日本が繊維製品のシェアを伸ばすが貿易摩擦の原因にもなった。 日本とイギリスは日英会賞を開くが、イギリスは輸入割り当てを開始した。日本とオランダの日覧会賞では、日本代表団の声明が反感を呼んで頓挫する。フィリピンでは、日本とアメリカの貿易摩擦となり、日米紳士協定によって対策が取られた。こうした、経済摩擦は日本に対する悪感情を招き、満州事変も印象悪化に影響した。ダバオには、 東南アジア最大の日本人社会が形成され、フィリピンコモンウェルスやアメリカは、日本の進出が満州に似ているとして警戒した。軍事用途や海運に充てられる重要な資源として、石油があった。石油輸入の60%は、ライジング産石油株式会社と、スタンダードバキュームオイルの2社だったが、満州事変後の日本は、外国企業への依存を減らすために、石油業法を制定する。 満州では石油会社が設立されて欧米企業の排除が進み、イギリスとアメリカでは対日金融が提案されるようになる。露行橋事受験後に日中戦争となり、日本は日満州経済ブロックを形成する。日本は天然資源を確保するために満州へ進出したが、資源不足は解消されず、軍需品のための外資も不足する。そのため、 さらに石油やゴムなどの資源を産出する地域を求めるという悪循環に陥った。1930年代後半の日本の石油生産は国内消費の7%であり90%以上をアメリカとオランダ両東インドから輸入していた。アメリカの門戸解放政策は当時の日本の政策と相入れないために日米は対立する。南進論事工事のアジアドイツが ベルギー、オランダ、フランスに進軍すると、日本はイギリスに亡命したオランダ政府に対して、石油輸出の増加を要請する。さらに、日本は、以前から国内で主張されていた、南進論を政策として実施して、普通インドシナを、普通進駐によって占領する。欧米の植民地への武力進出によって、イギリスやアメリカとの対立が深まり、フランクリン・ルーズベルト政権は日本が、 製鉄原料として約50%をアメリカから輸入していたクズ鉄の禁輸を行った。続けてアメリカは日本の財米資産を凍結し、事実上の石油の禁輸となった。独祖海戦とアメリカやイギリスの経済制裁によって貿易で資源を獲得する道が閉ざされて日本は計画経済を強め太平洋戦争となった。 1937年から1944年まで実質 GNP はほぼ一定で経済成長が停止した。日本は19世紀末から1930年代まで貿易依存度は高水準にあったが輸入に依存しない経済政策のために戦争末期には2%から3%まで低下した。メイドインオキパイドジャパンと記された日本製品。 1947年2月のスキャップ指令で輸出品に表示が義務付けられた。1945年8月の終戦時は原材料の不足によって生産が低下しており、連合国軍最高司令官総司令部が貿易を管理して日本は戦時下以上の自給自足体制に置かれた。貿易は日本の貿易庁と GHQ の仲介で行われた。輸出では貿易庁が 日本の工程価格で買い上げた品を GHQ に渡し GHQ が国際価格で海外にドルで売った。輸入では GHQ が国際価格のドルで購入した品を貿易庁に渡し貿易庁が日本の業者に工程価格で売った。この方法では為替レートがなく個々の取引ごとに円とドルの換算比率が決まっていた。そのため輸出と輸入の為替レートが異なり、 事実上の輸入補助と輸出補助に相当する効果を国内業者に与え国内価格を国際価格から分離していた。対外取引を占領軍から日本政府へ移譲するために外国為替及び外国貿易管理法が交付された。外為法の作成は GHQ と IMF の関係者及び日本政府委員の共同作業で行われ主な目的は外国為替と 外国貿易の管理だった。アメリカは外為法によって国際収支の均衡化を日本に求めたが、日本政府は輸入制限や外国技術の導入による国内産業の育成に活用した。外資については日米合同審議会によって外資に関する法律が作成された。目的は外資の導入促進であり、当時の先進国としては異例な外資の優遇措置を行った。 これにより、電力、鉄鋼業の外資借款や外国技術の導入が始まった。アメリカとソビエト連邦の対立によって、世界は東西陣営に分かれて冷戦となり、アメリカ国務省局当局は、日本、アメリカ、東南アジアの三角貿易による日本の復興を提案した。この提案は、東南アジアが原料供給地となり、日本が製造した製品を、 アメリカ市場に輸出するというものであり、共産党が統一した中国に依存せずに、日本が復興する方法として考えられた。ウィリアム・ヘンリー・ドレーパー・ジュニア陸軍次官の調査団が公表したジョンストン報告書では、日本の貿易拡大の必要、カワセレートの正常化、民間への貿易の移行が提言された。日本経済の安定のために、アメリカ政府は講師として、 ジョゼフ・ドッチを派遣する。ドッチは1949年度予算を黒字化し、4月に単一が合わせレートを設定した。このドジラインによって、輸出と輸入の為替レートは一致して、財政収支が均衡したほか、問題になっていた闇価格と肯定価格の差もなくなった。民間の輸出は再開されていたが、外為法では、 国外での経済取引は原則禁止で、許認可を受けた例外のみ認められた。1946年の実質 GNP は1944年の56%まで低下していたが、1950年には実質 GNP が戦前の水準まで回復し、朝鮮戦争に伴う朝鮮特需を経て1955年には戦前の1.5倍となった。朝鮮戦争によって、 日本経済は1000億円から1500億円と言われる影響を受けた。輸出は戦争の2から3ヶ月前から増加して、繊維品、鉄鋼、機械製品が中心となった。生産拡大は原料不足、輸入増、資金不足や価格上昇を起こしたものの、特需によって貿易は持続した。特需は1953年に8億320万ドル。 1954年も6億ドルという大規模なもので、外貨収入のうち特需の割合は1951年に26.4%、1952年は36.8%、1953年は38.2%に上り、日本の外貨不足を補った。休戦後も朝鮮半島の対立によって特需が継続し、輸出や特需の関連産業では、 利潤率も上がった。利益を得た反面、特殊に依存する日本の経済力の脆弱さも明らかとなり、日本政府と財界は、重化学工業を貿易の中心とするための合理化投資を進める。1955年以降に活発となる外国技術の導入において、朝鮮戦争下で蓄積された外貨が用いられた。第二次世界大戦の原因となった。 保護貿易に対する反省から自由貿易を推進するための国際組織が求められるようになる。連合国通貨金融会議のブレトン・ウッズ協定によって国際通貨基金が創設され、加盟国は自国の通貨をドルに対して陛下を設定することになった。日本が IMF に加盟した際には1ドルイコール360円の IMF 陛下が設定されて、 上下1%の枠内で安定化させる義務を負った。この陛下は、リチャード・ニクソン政権によるドルの金打鑑定士まで続く。公正な貿易のための国際貿易機構も提案されたが断念され、関税及び貿易に関する一般協定が発足して日本も加盟する。当時の日本の主な輸出品は、繊維品、主な輸入品は、食料と繊維品の原料だった。 日本の加盟にはアメリカの支援が影響していたが日本の輸出の影響を懸念した国々は GUT35 条によって最恵国待遇の義務を免除された。対日の35条の適用国が例になるのは1992年までかかった。g ッ t の多角的貿易交渉では輸入自由化と関税率の引き下げが進んだ。東京ラウンドでは 工業製品の関税率が引き下げられたほか、非関税障壁についての交渉も含まれた。ウルグアイラウンドでは農業問題や知的所有権について対立があり、日本はそれまで民間の輸入を事実上禁止していた米の輸入が自由化された。日本が輸入する農産物には高い関税率や関税割り当て制が適用された。戦後に国交が再開していない国家との間では、 民間貿易が先行する場合があった。吉田茂内閣はサンフランシスコ講和条約を結び、ハリー・トルーマン政権は日本に対して中華、人民共和国との国交を結ばないように求める。また、アメリカが主導する対共産権輸出統制委員会や対中国輸出統制委員会によって共産権との貿易が制限された。正常な国交がない日中間では、 中国側は政府と人民を区別する移民側間の方針をとり民間貿易による交流が再開された。第1次日中民間貿易協定が結ばれ日中貿易の促進団体も設立された。第3次日中民間貿易協定の時代に交流は活発になり中華人民共和国発の中国商品の見本市が東京と大阪で開催され北京と上海で 日本商品の見本紙が開催された。長崎国旗事件で日中は断交して貿易が減少するが、天津やマグリ、キウルシ、漢方薬など大体の商品を求めることができないものは配慮物資という扱いで日本へ運ばれた。中国は大躍進政策の失敗とソ連との関係悪化の影響もあり、貿易の方針を変更する。こうして、 周恩来首相の周四原則に基づいて日中の貿易も再開された。これは友好貿易と呼ばれ中国政府の方針を受け入れた日本の商社が広州市で取引をした。さらに半官半民の貿易として LT 貿易も行われた。LT とは中国共産党の地日派である両商市と周恩来との信頼関係にあった。 高崎辰之助の頭文字に由来する。中国は石炭や鉄鉱石を輸出し、日本は鉄鉱、化学品、プラントなどの機械を輸出した。1950年代から外国からの技術導入が進み、特に1957年から1972年まで機械工業や化学工業を中心に急増した。技術導入は、 政府の産業育成策として進められ、外為法による外貨集中と外貨予算、外貨割当て制が活用された。外為法による競合製品の輸入制限は保護関税よりも有効であり、国産化を短期間で確立する役割を果たした。この外貨予算制度は日本が IMF の八条国に移行する1964年まで続いた。技術貿易における 輸出額と輸入額の収支比率は、1970年度は0.14であり、1975年度には0.23、1985年度は0.30、1995年度は0.65と増加して2002年度には1.01で、技術輸出額が上回った。物流においては、海上コンテナの導入が大きな影響を与えた。 1961年に国際標準化機構によってコンテナの国際規格が決定し、日本でもコンテナの利用によるインターモーダル輸送が普及する。日本とアメリカ西海岸の間のコンテナ船は積載率が高くベトナム戦争によって後押しされた。シーランド社のコンテナ船はベトナム戦争の物資を輸送してから日本に寄港し、日本からの輸出製品をアメリカへと運んだ。 アメリカのベトナム共和国への介入によって勃発したベトナム戦争は結果的に日本の経済成長と関連した。1964年頃からの輸出拡大はベトナムの周辺地域とアメリカに向けてのものであり、1966年には輸出増加額のうち80%近くはベトナム周辺とアメリカ向けとなった。日本はベトナム周辺地域に 機械機器と鉄鋼を中心に輸出し、ベトナム周辺地域では1960年代後半に対日貿易収支で大幅赤字があったが、日本からの輸入を継続できたのはアメリカの対外軍実施出による。加えて、ベトナム周辺地域は日本から輸入した工業製品や金属製品によって工業化を進めて、後の新興工業経済地域の発展の一因にもなった。 日本の重化学工業企業は、ベトナム戦争拡大の見通しによって大型化の設備投資を行った。鉄工業における航路の大型化、電力業における火力発電設備の大型化、造船業における大型ドック、石油生成業における巨大プラント、自動車産業における大衆車の量産などが、この時期に進められた。年からの各国の自動車、 生産台数水鉄工業においては、日本はそれまでの平路からヨーロッパで開発された天路へと転換して生産を伸ばした。これによって、平路を続けるアメリカの30%ほどのコスト安を達成して低価格で良質の鉄鋼を輸出しつつ、鉱物資源では鉄鉱石、石炭、コークスを輸出した。カメラや TV、 オーディオなどの家電製品は1960年代から高く評価された。自動車産業においては1970年代に排出ガスや騒音の最も厳しい規制基準を満たすようになり、ロボットの導入を進めて品質を安定させた。第一次オイルショックによる原油価格の上昇も日本製の小型車の輸出を後押しして1980年には、 年間1000万台を生産して自動車製造国で世界第一位となった。人務景気のテレビ日本の通貨である円は戦後復興期の貿易の決済では輸出入ともに1%以下のみ使われていた。そのため後景気により輸入が増えると輸入に必要な外貨が不足するので経常収支の赤字を続けることができない。政府は経常収支の均衡の維持を目的に 経常収支が赤字になると金利を引き上げて輸入を抑制する金融政策を取った。そのため、神ン景気や岩戸景気でも金利を引き上げて工芸期は収束した。1960年代の後半からは貿易収支が黒字基調になり戦後最長の景気拡大期間であるイザナギ景気を経て貿易収支のための金利の引き上げは終了した。 黒字基調になった原因としては、世界的な貿易自由化や完成率の引き下げと、金属製品や機械に対する輸入需要の高まり、日本の輸出品の国際競争力の向上がある。日本は需要に対応した輸出を行っており、所得水準が上昇しても輸入依存度は停滞していた点も影響した。ブレトン・ウッズ体制のもとで、アメリカを中心とする、 西側諸国の貿易は1960年代まで安定して発展した。しかし国際競争が激しくなるにつれてアメリカの主要産業はシェアが低下して外交問題になった。日本の輸出額が大きい国との間で貿易摩擦が起き特にアメリカとの日米貿易摩擦が増加した。1950年代には戦意、1960年代には 鉄鋼や家電、1970年代には、工作機械、1980年代には、自動車や半導体が問題となった。日本は、輸出自主規制、アメリカは、輸入割当てで対応して、繊維や、鉄鋼の対米輸出自主規制、最低価格輸入制度、自動車の輸出自主規制、工作機械の輸出自主規制、アメリカの国別輸入割当てが実施された。 日本の輸入に関しては、1970年代の牛肉やオレンジ、1980年代の半導体、米、スーパーコンピュータ、1990年代のフィルム、インガシなどが問題とされた。中国では、東商平の改革開放政策により、それまで国営企業に独占されていた貿易に新規参入が可能となり、輸出入割り当てや、 許可制度による貿易の管理が始まった。日中長期貿易が取り決められ、中国は一次産品を輸出し、日本は工業製品を輸出した。新鮮、四海、スワ島、アモイには経済特区が設置されて、加工貿易や海外直接投資が解禁される。1980年代半ばに日本の貿易黒字が拡大して、中国は 自動車や家電製品の輸入抑制とともに貿易、不均衡の是正を求める。日本は中国からの輸入拡大によって対応し、1986年から大手商社は輸入拡大と中国の工業製品の品質や開発をサポートした。日中間の主力産業が競合していなかったため、1990年代に中国の工業製品を日本が輸入するまで深刻な。 対立は起きなかった。実効化アセレート数字が大きいほど、円高アメリカの貿易赤字が拡大する一方で、日本は貿易黒字が拡大しており、日米の貿易不均衡が問題とみなされた。貿易不均衡の解決のために、ニューヨークのプラザホテルで開催された、先進5カ国の増渉、中央銀行総裁会議では、円高、ドル安を誘導する、プラザ合意がなされた。 この合意によってアメリカは輸入の抑制と輸出の促進が進むと考えられたが、アメリカの対日赤字は続き、日米構造協議も行われた。日本は輸出の自主規制も行っていたが、ガットを継承して発足した世界貿易機関では輸出の自主規制が禁止された。1956年から2008年の日本の実質 GDP 成長率のスイープラザ合意以降も、 円高は続いたが、同時期に、原油価格が低下して、公益条件が改善されたため、輸出産業の収益悪化にはつながらなかった。しかし、円高不況を避けるための財政、金融政策によって、土地や株式の資産価格が高騰して、バブル景気に入る。公共は1986年11月から1991年2月まで続いた後に、 バブル崩壊となった。1992年から1995年にかけては輸出産業の採算は悪化して外国への直接投資が増加して輸入材を扱う輸入競合産業も悪化した。2002年から2008年にかけて原油価格の上昇が進んで公益条件が悪化し、為替レートは下落し輸出産業の収益は改善する。 2008年にリーマンショックが起きると為替レートの上昇と交易条件の悪化が並行して輸出産業の収益性は悪化した。長期的には国際競争力の悪化につながり長期停滞は失われた20年とも呼ばれる。東アジアにおいては直接投資の受け入れ先が新興工業経済地域へと移行していった。1980年代前半はアジア4社オロンとも 呼ばれた韓国、香港、台湾、シンガポールが主な受け入れ先となった。プラザ合意以降、日本やニーズでは、自国通貨の切り上げが問題になり、1980年代後半は、東南アジア諸国連合の国々が受け入れ先となり、1990年代になると、中国が注目され、続いて、ベトナム、ミャンマーへと関心が移った。こうして、 水平貿易とも呼ばれる構造が東アジア内で進んだ。水平貿易のパターンとしては、医療士間の工業製品の相互貿易、同一業種内の製品分業、同一製品の生産プロセスにおける工程間分業がある。工程間分業によって生産工程や品質の分業が可能となり、国外の現地企業や日系企業から部品などの中間材を輸入して、 国内で製品を完成して最終製品を輸出する産業内貿易が進んだ。中国が2001年に w t o に加盟すると日本から中間材を輸入して最終製品をアメリカや EU へ輸出することが増えた。一方日本では欧米への最終材の輸出が減り中国への中間材の輸出が増えた。世界の工場とも呼ばれる中国の工業化と 国際分業の進展によって産業の空洞化が問題とされた。蒸気のような経営や現象はオフショアリングやフラグメンテーションとも呼ばれる。分業が緊密になる中で2011年の東日本大震災の被害は国外にも及んだ。日本の被災によって外国の最終製品の生産も滞るため、特に電子機器や自動車産業において創業停止や 輸出現象が発生した。代わりに素材産業を中心として海外での調達が盛んになり、アジア地域からの調達が特に増加した。再生産コストをどんがしする形での資源輸出は環境破壊に結びつく場合がある。フィリピンは1950年代には国土の75%が森林だった。 しかし、日本向け木材の輸出が60年代から毎年1000万立方メートル以上行われて、1980年代末には25%に低下している。マレーシアも、有数の日本向け木材輸出国で、ボルネオ島を中心に伐採が行われている。環境保護運動が起きる一方で、アメリカ、EU、オーストラリアでは、マレーシア産木材の不買運動も起きた。 マングローブがある台湾、インドネシア、タイ、ベトナムなどでは輸出用のエビを養殖するために伐採が進み、飼料や肥料によって養殖地の周辺環境が汚染される問題も起きた。環境破壊に関連して有害な廃棄物や希少な動植物の取引に対する貿易協定がある。バーゼル条約やワシントン条約はこうした貿易取引を規制しており、 日本では1980年にワシントン条約を定約し、1992年にバーゼル法を施行した。日本の貿易の地域別構成はアジアの比重が高まった。アジア全体のシェアは1990年の輸出30.9%、輸入29.1%から2009年には輸出54.2%、輸入44.6%となった。 中でも中国のシェアの増加が最も多く、1990年の輸出2.2%、輸入5.3%から2009年には輸出18.9%、輸入22.2%となっている。第二次大戦前の日本における最大の輸出産業だった繊維産業は、 戦後も活発で、1950年代までは、輸出総額の30%が繊維品だった。やがて輸出品は、東南アジアやニーズの綿製品との競合を避けて1970年代から、合成繊維へと移り、アパレル産業が成長する。しかし、インフレや石油ショックによって輸出が減少し、プラザーゴ以降は、ニーズ産の医療品の輸入が急増して、 日本の繊維産業は輸入産業化が進んだ。日本の食料自給率1965年73%の2010年39%、各食料に続くパーセント値は自給率、括弧内のパーセント値は総供給熱量に対する割合。黄色の部分が輸入食料。廃線直後の食料危機に対してアメリカからの過剰農産物を中心とする。 対日援助が輸入された。1950年代の日本では、米の輸入が大量に行われていたが、農地改革で農業生産が増加して、米の自給が可能となる。これによって、貿易収支の赤字が減少し、技術や機械の導入に使える外貨が増加して、1955年以降の重化学工業の発展につながった。一方で、同時期には、 小麦はアメリカからの輸入に依存する体制となり、パン食が普及した。日本政府は、重化学工業の輸出競争力を強化する反面、農産物の輸入を進めた。小麦、トウモロコシ、大豆などの食料品の輸入は急増し、米や果実の一部を除いて、食料自給率は低下した。1980年から2005年までにかけて、食料の輸入金額は3。 44倍となった。輸入品目は1980年の1位、トウモロコシ、ニーコ麦など穀類が上位20位のうち4品目あった。それ以降は穀類が減って動物性タンパク質食品が増加する、エビ、マグロ、タラ、鮭などの魚介類や牛肉や豚肉など肉類が増えた他に、犬、猫用の飼料も急増して2000年以降は20位以内に入っている。 1960年代にヨーロッパでは欧州経済共同体が設立され、日本では小島清が太平洋自由貿易地域構想を提唱した。1980年代にニーズやアセアンが成長をして東アジアの相互依存が高まると地域経済協力を進めるために1989年にはアジア太平洋経済協力が設立され、 閣僚会議がキャンベラで開催された。設立時の参加国はアセアンに加えて日本、韓国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの計12カ国となり、後の1991年に中国、台湾、香港が加わり、現在では21カ国、地域となっている。1994年のボゴールでの首脳会議では、 APEC の目的を貿易と投資の自由化、製品基準や、通貫の円滑化、経済協力と決定して、ボゴール目標が掲げられた。ヨーロッパの EU や北米のナフタと比較すると、APEC はオープンな協議体であり、依拠する条約や協定がなく、共通目標の数値化や強制が存在しない。WTO が発足した一方、世界各地で自由貿易協定や地域、 貿易協定が締結されるようになる。地域貿易協定は WTO の最恵国待遇の原則に反しているが日本も WTO 重視から地域貿易協定の締結へと貿易政策を転換する。日本政府は自由貿易協定を経済連携協定と呼んでいるが WTO の分類においては FTA に含まれる。 日本は2002年にシンガポールと最初に自由貿易協定を結び、2005年にメキシコ、2006年にマレーシアと増えて行き、2012年までに13の国や地域との自由貿易協定が発行した。2006年にはシンガポールブルネーチリニュージーランドの4カ国によって、艦隊平洋パートナーシップ協定の現協定が発行した。日本は、 アメリカの参加表明を契機として2011年に関係国との協議開始を表明した。日本が TPP に参加した場合の経済効果については2010年に内閣府、経済産業省、農林水産省が試算を行い、それぞれ異なる結果を出した。内閣府はグタップモデルに基づいて試算し、 実質 GDP の伸び率を0.48%から0.65%とした。経済産業省は、基幹産業についての損失を試算し、TPP 負担化の場合には GDP が1.53%減少し、雇用が81.2万人減少するとした。農林水産省は主要な農作物19品目の、関税を撤廃した影響を試算し、 農産物の生産が4兆1000億円減少し、実質 GDP が1.6%減少すると、している。ありがとうございます。